リオナリとハロウィンドラジオの仕掛け人。12月のループものです。12月の21日明けて22日、はい、もう早いですね。早いね、もう終わりますよ。これが、これで、うん、年内 ラスニですね。ラスニか、はい、来週がラスト。来週でラストか。ハラミンです。リオナリです。あ、こんにちは。というわけで来週だから本当に29でラストですよ。早いね。早いね、本当に。ただあったかいね、最近は。今日なんかすげえあったかかったよ。私半袖ですよ。え、半袖で来たの？着てるか。上着は着てるわ。すげえファイナルファイトみたいな。そうですね。ジーパンに白 T を。ファイナルファイトのコーディ。ファイナルファイトのコーディ。そんなやつがいるので。コーディで。コーディで。まあ、検索。ファイナルファイトのコーディ。検索ね。はい、コーディですけども。はい、やっていきましょうよ、はい、ラジオですよ。あなたラジオですね。ラジオですよ。なんかもうだから、いや、ここ最近何もないっすよ。もうあ、話すことがないよ、うん、いや俺もね、うん、なんかあるかなって思ったけどね、はい、言うてそんなないね。言うてそんなないっすか。ないよ。なんかじゃあ普通にテレビ見た感想の話していいっすか。普通にあ、いいですね、いいですね。テレビの感想の話いいですね、そういうの。まああなたも大好き孤独のグルメ。はいはいはい、ね、孤独のグルメ。俺もまあほぼほぼ毎晩ネットフリックスで見てる。毎晩見てるんですよ。毎晩見てますよ。だってこの前なんか話出した時結構詳しくて、うん、あ、見てるんだと思った。見てますね。だって孤独のグルメなんて俺だからアップ版入る、あれ昔から見てる。入る前とかありましたよね。おう、うん、全然見てますし、そう、あれ系の動画っていうか番組俺めっちゃ見るんですよ。ちょっとね、うん、そこで疑問があるんだよ、一つ。なんでしょうか。うん、なんか前、うん、なんだろうな、なんか好きなジャンルとか、なんか YouTube 何見てんすかみたいな、ハラミさん言われた時に、はいはい、俺料理系とか飯系しか見てないっすみたいな、はいはい、言ったんですよ、うん、でほぼそればっかなんですけど、ハラミさんは、え、なんでって言ってましたよね。あ、言ってました。でも孤独のグルメ見るの。だから多分料理系になんでって言ってるんだと思います。あ、飯、え、あの、なんていうの、例えば気まぐれクックさんとかでしょ。はいはい、はい、僕そう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 、私はそういうのは見ないんですよ。その自分で作って食べるは見ないよって、そういうお店とかに行って、うん、だから酒場放浪記めっちゃ好きっすもん。あ、え、じゃあニカタツブログさんめっちゃ好きだわ。絶対ニカタツブログさん、ニカタツブログさんもバチバチに俺の中で YouTuber さんですか。大好きな YouTuber さんの一人で、その人はもう本当に孤独のグルメみたいな感じで、うん、それぐらいの おじさんなんですよ、うん、で元々ブロガーなんですけど、俺すする TV に出てて知って、はい、ニカタツブログ、はい、カタカナでニカタツブログなんですけど、カタカナなんだ、はい、そうそうそう、うん、その人が定食屋とか、うん、ちょっとあの男が好きそうな飯ってあるじゃん、スタミナ丼みたいな、めっちゃあるよ、そういうのを食べに放浪するっていう。で毎日1本は動画上げてるの、うん、飲むんですか。いや飲まない、飯だけ。あ、孤独のグルメパターンか。いや本当に飲んで、飯で飯食ってるやつにテロップがひたすら乗っていくって、それだけ。あ、喋らない、喋らない。あ、いいなー。で、テロップオンリー。なんか、あ、この豚肉が引き立つ味だみたいな、うん、そういうなんか本当に孤独のグルメで喋ってる、うん、セリフみたいなのあるじゃないですか、うん、あれがテロップでこう乗ってってっていう。え、うめーとかも言わないんですか。いや、こう、あ、うまし見てるみたいなのとかテロップで書いてある感じ。あ、もう喋んないんだ。大根最高みたいな。でも表情でも伝わる、うまそうなの。めっちゃいいよね。ちょっと今見て。みんなごめん、今検索させて。ニカタツブログさん。ごめんごめん、今ちょっと俺、いや、これがね、僕も知らなかったんですけど、はい、あのすする TV さん、そもそもすするさんが、うん、俺の一個下とかな、はいはいはい、で、そういうなんか ラーメン二郎とか、うん、それラーメンとか、うん、そういうなんか飯系に興味を持ったのがそのニカタツブログさんらしくて、ほうほうほう、もともとブロガーで、うん、で去年ぐらいから YouTube もやり始めてみたいな、うん、へえ、ニカタツで出ますよ多分。だからその界隈ではすごい有名な方。ニカタツブログ。おー、この人、うん、孤独のサイゼリア。おー、あ、もう、あー、もう、何これ、麺屋黒丸、あれだって。このサムネ最高じゃん。うわー、煮卵のヘッダー。こ, ううこの人、煮卵大好きです。でも、こういうね、たまにびっくりドンキーとかも行ったりすんの。何このサムネ。麻婆とか、チャーハンとか。うん、ほら、スタマンそば。どれがおすすめ、どれおすすめ。いや、もう全部うまそうよ、マジで。あ、この方、
いや、この方じゃない。この方じゃない。向田さんは、うん、すごいね、これ見ればわかるんですけど。どれどれ、ちょっと、一番ちょっとおすすめ、あ、これいいっすね、焼肉定食もっこりいいっすね、これ。何？うわぁ、めっちゃいいじゃん、これ。これはね、うん、何？あ、おじさんだ。そう、もう本当に。うん、あー本当に綺麗めなおじさんって感じ。綺麗めなおじさん。スーツとかでも食べたりする。いや、同い年ぐらいじゃないこれ。違うかな、うん、見た目。いや、でも結構行ってる方だと思いますよ。めっちゃ食うんですよ、しかも量。結構。うわぁ、うん。俺、これ、やっぱ許諾取ってますよね。それはしっかり許諾取ってますよ。俺、これ、こういうのやりたいんですよ。これの飲むバージョンやりたいんですよ。ああ、居酒屋ね。俺、誰よりもうまく飲めるから。うまそうに。一杯目のビール。ああ、俺は飯やりたいけどね。あ、やりたい。飯、でも飯やれるじゃん、あなた。そうそうそう、あのひらがなアップバンクのさ、のラーメンシリーズ人気じゃないですか。あ、そうそうそう、あれもだからさ、うん、こういうのが好きだからやったんだけど、うん、あ、人気ですもんね。そうそうそう、あれいい、ね、でも、うん、ね、うん、やりたいんだけど、はい、これこういうチャンネル立ち上げてやったろうかなって思うぐらいなんですけど、うん、でも、うん、結局さ、これって夜ご飯か昼ご飯を犠牲にするじゃん、うん、はい、で俺奥さんいるんで、うん、子供はね、うん、一緒にご飯食べたいんで、食べたいってなるとできないんですよ。独身だったらやってました。独身だったら絶対やってました。あ、見られますよ、ね、やってました。あ、これいいな、俺やろうかな。飲みバージョンやろうかな。違うんですよ、あの、孤独のグルメね、やっぱり、ね、飲んでほしいんですよ。ああ、やっぱそうなんだ。あの、広島さんはね、飲まないからいいんだっていうね、うん、方いっぱいいると思うんですけど。飯だからね。そう、あのね、やっぱ、めちゃめちゃ、なんつうの、目玉焼き丼とか行くじゃないですか。うん、あと、豚の生姜焼きももちろん食べるじゃないですか。ね、あと、海沿い行くと刺身とか食べるじゃないですか。あの時は飲んでほしいんですよ。で、俺、下戸だから、俺も、お酒飲めない下戸なんで。まあね、わかるんですよ、気持ちが。わかるわかる。だから、うんうん、最高なんですよ。はいはいはい。わかるよ、わかるよ。酒飲まないんだよ、みたいな。だから、かるかる、ちょくちょく出てくるスペシャル回とかで、うん、あ、ウーロン茶でって言うと、隣のね、うん、お客さんがシーンってなって、知ってるよ、みたいなね、あるじゃん。あの、お店のおばちゃんにも、あ、あと飲めないの、みたいな。そうそうそう。言われる。飲みそうなのに。そうそう、飲みそうなのに。ありますよね。そうそう。なんか、ウェイゲイ系の学生みたいなのが、お一杯、飲みなさいわ、みたいな。何飲むんですか、あ、ウーロン茶。シーン。あるある。あるのよ。あるのよ。この空気。嫌だなーっていうね、シーンある。あの、そもそもなんかその辺の界隈に居酒屋しかなかった時に、ああ居酒屋かみたいなありますよね。そうそう、あれお酒飲まなきゃかなみたいなの、うん、あるのよ。この人も飲めないんだ。仁方さん、仁方さんはね、お酒飲め、いや飲めないのかな。いや、こんな飲まない。まあおじさんって言っちゃう年なのかな、分かる、若く見えますけど。めちゃくちゃいいですよ、やっぱ。でこんな痩せてるんだから飲まないんですよ、やっぱり。そうなんですかね。うん、そうっすよ。めちゃくちゃいいわ。うわ、全部うまそうよ、これ。マジで。出てくる料理。いや、もううまそう。だってもうこれ、いや、いいな。もう本当に食ってるだけの絵。これ、何これ、すごいな。これ、なんだよ。味方っつった。めっちゃいいじゃん。見つけちゃったね。もう年末年始これだ。見つけちゃったね。教えてもらっちゃった。教えてもらっちゃった。え、でもいいっすよね。俺、すごい好きです。味方っブログさんは。おすすめですよ、うん。そういう孤独のグルメとか好きな方を。やっぱり孤独の、この人も孤独のグルメが多分好きなんですよ。絶対そうですよね、この撮り方で。そう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 。で、前はナレーションつけてやってたんですけど、うん、ナレーションつけた時になんか、意見が結構あったから。あ、うるせえ。そうじゃなくて、それでいろいろ改良した結果、今のこのスタイルになってる。あ、そうなんだ。そう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 。俺これの居酒屋バージョンやろう。すごいっすよね。てか、やばい、もうよだれが今。ほら、うわ、めっちゃうまそうだった。めっちゃうまそうじゃん、今の豚の生姜焼き、やべえ。チャーハンとか家系ラーメンとか、マジで、めっちゃなんかその、これラーメン二郎、一回ラーメン二郎生活もあったんですけど、はいはいはい、マジでその、なんだろうな、やっぱ男の子が好きなもん食ってんすよね。このチャーハンとか、チャーシューとか、カレーとか。でもこれ女の人も見ますね。見るっしょ。うん。めっちゃ食べたい。これ女の人見ますね。これね、こんな店あんだみたいな。結構ディープな店行ったりするの。最高。まあ、もう多分公開、まあいいか、別にされようが、されないよ。まあ、あれなんですけど、昨日正直ラーメンの撮影行ったんですよ。あ、そうなの？村井さんと、はいはいはい、グッさんと、はいはいはい、そこでだからあのボーイとシゲさんが言ってたあのラーメンっぽいあの撮影はしたんですけど。あ、そうなの？そう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 。ひらがな？ひらがな。あ、そういう系の動画撮った。だからボーイ入れよかったらね。あ、そうなの？そうっすよ。え、黙って食うみたいな。だから黙らなかった。黙らなかった。村井さんだったって。あ、普通に喋って。普通に喋って食いますよ。あー、よくあるあの帰れません的な感じで撮ったってこと。普通に食うっていう。あ、普通に食う。普通に美味しそうに食べるっていうラーメン。何食べたんですか？博多天神。あ、天神？うん、いいじゃん。よくないなんか。あ、そう。あ、天神の感じ、そう。その感じ、その、そう、その。もうなんか本当に、次の、俺も4時から編集しなきゃいけないのがあって、村井さんもアポがあったから、うん、で4時まで、俺がその前の打ち合わせが長引いちゃって、あと15分しかねえ、みたいな。
で本来行こうとしたらラーメン屋ちょっと無理だなみたいになって、うん、じゃあ天神なら早いから行こうぜみたいな、うん、で行ったんですよ天神、まあ、天神ずるずる食ってずるずる食ってそううまかったいいよねなんか前誰かゴージャスさんかな、うん、と言ったかな、うん、あれじゃあれだある藤本さんだ天神そうだベジータの格好してる状態でやば藤本さん天神やば行きましたねたあの動画になってますねなんかのあ本当ですかいいチャンネルを教えてもらっちゃったぜ。おすげえ。やっぱラーメン見られんだな。うん。そうっすね。飯系は。やっぱりラーメン二郎は強いっすね。うわー、なにこのサバ定食。うわー、やば。そういうの一緒。いい。あ、しかも2分26なんだな。動画時間も。動画時間は短いっすよ。ネカタツさんは全部。すげえ。あ、でも最近は10分超えてるかな。うん。すげえ。全然。めっちゃいいじゃないですか。うまそうだな食いてえなみたいな。やっぱね、飯食う系の動画好きっすね。すする TV もやっぱり見てるし、うん、味方さん見るし、やっぱこういう系のチャンネル。これ飲む系いないんすかね飲む系いるのかなあ、いますよ、います。いるか。それで言うと、はい、何さん。僕がハイボール、センベロしたいなって思った人は、はい、何さんだったっけな、センベロで見たんですよね、その人。センベロ出ますかね、センベロ。でもね、ハルミンさんが見たいタイプではないと思う、うん、その人めっちゃいいんですけど、はい、どっちかというとこう飲み方紹介みたいな。なるほど。急にこの YouTube 紹介チャンネルになりましたね急にあれ出てこないな。出てこない。センベロハイボールで多分出てくるかな。ハイボール、今のハイボール、今のニカタツさんのもう酒飲むバージョンで俺はいいな。それはね、あんまりいないかもね。あ、でも結構やってる人多いっすね、やっぱりお酒飲む人は。あ、出てこない。あれ出てこないわ。ケニスさんじゃないですか。ケニスさんじゃないっす。その人のセンベロ動画がいいんですよ。コンビニセンベロっていう。あ、この人だ。お酒とヨタの物語。ヨット。ヨットか。いいな、29万回見られてる。いいな。どういう動画だ。この人はなんかもう本当に家で、はい、こういうお酒とかを、こういう氷の作り方とか、はい、その本当にお酒に関しての動画のみ。バーテンさんなんだ。そう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 。はいはいはい、それで、宅飲み1000円でコンビニシリーズみたいな。これが最高。これが最高なんですよね。最高じゃねえかよ。俺もやろう。真似しよう。真似しよう、これ。いいなぁ。いや、もう本当にいいっすね。うん、ただ、お酒系はやっぱりあんま見ないな。いいの教えてもらっちゃった。飲まないから。飲む人にからしたら最高かも。うんうん、最高。やった。ありがとう、ボーイ。いいの教えてくれてありがとう。やった、これ年末年始ずっと見よう。これいいね。いや、だからそのね、いや、そう、だから飯系はね、その、どっちかっていうと、その、酒場放浪記、吉田類さんとかが好きなんですよ。はいはいはい。ね。で、まあ、孤独のグルメももう昔は。じゃあ、孤独のグルメも、うん、最後についてる、原作者の人の方が好きなんだ。くすみさん。くすみさんの方が好きなんだ。まさに今それを言おうと。そう。この茶色の飲み物がなんか出てきちゃいましたね。最高ですよね。泡が立った麦茶ですね。そうそうそう。いただきます。そうそうそう。ぶどうジュースもあるんですか。泡が立った麦茶言うよね。あの人言うって。ぶどうジュース。あ、このぶどうジュース香りがいいですね。最高だよ、あのおじさん。マジ。ちょうどよくしょうもねえんだ、あの人。そう。あの人しょうもないですよ、ね。でもあの人喋りうまいっすよね。あ、なんかゆったりしてる感じ。漫画原作者でしょ、あの方。そう、原作者。漫画家さんでしょ。あ、それだって何年もやってますからね、うまい。あの方うまいわ。すごい。面白いし、普通に。うん、ね。で、孤独のグルメ、こう、見て、まあ、そのくすみさんの方を、まあ、重点的に俺は見るわけですよ。うん、で、前、ボーイもちょろっと言ったと思うんですけど、そのドラマ部分は飛ばすんですよ、俺。ああ、まあ、でも、シーズン1ぐらいじゃねえか、シーズン、うん、もう、最近の回って、どっちかというとドラマ部分ってかなり短くなってる、うん。あ、そうなんですか。飯系。今、なんか、たまたま、俺、たまたま、うん、テレビつけたら、うん、孤独のグルメの新しいシーズン、うん、がやってて、うん、それ最高だった。中華料理屋の回。テレ東？テレ東でしょ？多分。孤独のグルメテレ東じゃない？そうそうそう、うん、やってた。最高だった。最高か。あんなもう永遠にコンテンツできるもんな。で、そのドラマは飛ばすことにしてるんですけど、今日はなんかもう、じゃあドラマ見ようかなと思って、うん、ちょっと時間あったから、うん、ドラマも見ることにしたんですよ。うん、したら、ダンススタジオの回。はい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 、はい。皆さん、これ、孤独のグルメね、ご存知ない方に説明すると、うん、その、井の頭五郎さんっていう主人公がいて、うん、まあ、この人がご飯を食べるんですよ。うん、その、ランチをね、うん、好きに食べるんですけど、うん、
貿易商の方、そう貿易商で、うん、そのインテリアをそうそう個人でやってて、うん、でこう営業してんだよね、いろんな店とかで、そうでなんかこう依頼があって、例えば喫茶店とかに赴いて、でこういう家具が欲しいんですけどみたいな相談を受けて、あじゃあ私調達してきますみたいな、うん、でその流れでじゃあ一仕事終わったから飯でも食うかみたいな流れじゃないですか、腹が減ったみたいな、ポンポンみたいなね、そうそうそう、それでじゃあ飯探すかみたいなので、その街でこう飯屋探して飯食うわけです、そうそうそう、でその最初にその例えばじゃあ喫茶店に赴くみたいなそのドラマとか部分があるじゃないですか、うん、でダンススタジオの回だったんですよ、うん、でそのダンススタジオが10周年だと、はいはいはい、その女性オーナーが10周年でしてみたいな、で花を生ける花瓶が欲しいと、うんうんうん、ね、10周年パーティーでこう使う花瓶が欲しいんですみたいな、で、はあ、花瓶ですかみたいな、うん、でそのダンスなんで、うん、その女性オーラがもうバカの人と思うみたいに押してくるのが、うん、パッションだって言ってくるんですよパッションなんでみたいなことをもうバカの人と思うみたいな、本当にパッションなんでみたいなダンスはパッションなんでみたいなこと言ってくるんですよ、で俺もパッションなんだって思うよで花瓶、じゃあどういった花瓶がよろしいでしょうかみたいなね、井の頭さんも聞くんですよ、うんうん、したらパッションだからむしろ花瓶じゃない方がいいってね、むしろ花瓶じゃない方がいいんですよ、めちゃくちゃな、そうで花をまとめられるんだったら花瓶じゃない方がいいんですみたいな、うん、で井の頭さんパッションで選んでくださいって言うんですよね、でこのパッションのもうご利用しなんだよと思うわけですよ変な人いるもんね、多分変な人いるじゃないですか、出てくるよう出てくる、よう出てくるじゃないですか、変な人、孤独のグルメ、うん、で、あ俺もそのパッションで花瓶じゃなくて花をまとめられる束ねられるものを井の頭さん何チョイスするんだろうなと思うわけですよ、うん、で、はあ、じゃあいろいろちょっとツテあるんで当たってみましょうかみたいなこと言って、うん、ツテあるんだと思うじゃないですか、うん、パッションでいけられるやつあるんだと思って、でダンススタジオ出て井の頭さんが、ああパッションかみたいな、ちょっと困るんですよ、うん、だから確かに困るよなと思って見てたら、うん、そういえば腹減ってきたななんか腹に入れるか、いや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 、パッションで腹を束ねられる花瓶以外のものを教えてくれよみたいな、いやそこは置き去りにされて行かれてもめっちゃそこ気になっちゃって、なんならその花瓶以外の花いけるものなんだみたいな、尺がやっぱりそうですよ、みんな飯のところ見たいから、そうなのよ、そうなの、何選ぶんか気になると思って、うん、だからもうそのままもう飯屋行きましたよ、うん、で終わったんですよ、で終わったで終わったんですよ、あーつってそうあーつってそう終わったんですよ、でもさそのパッションの中でさ、はい、コドクルグメのいいとこってさ、はいはい、飯食ってる間もさ、うん、その冒頭の振りになってるよねなってるのかな、たまになんかさパッションとかそういう引っ張ってきたりするよね、たまにするあるかな、そういう機会、シーズン1とか多かったのよ、あ、そう、シーズン1だから作り込まれてるんじゃないですか、そうそうそう、シーズン1はドラマ性強くて、うん、でその例えばなんかなんだその、はい、釣り堀に来たみたいな感じの感じで、うんうん、釣り堀のおっさんが、うん、いるんだけどみたいな、はい、そのなんか飯食ってる間に、はい、もうドラマバーとか進行するの、はいはいはい、孤独のグルメ、うん、珍しいでしょ、珍しい、飯食ってる間とかも、うん、おっさんが話しかけてきたりする、うん、人生とは何々なんだよっつって、うん、格言で、うん、でそのセリフに応じてそのリアクションを変えてたりするわけ、へー、だからそれちょっと面白いですよ、うん、まあでも俺シーズン1は正直そんなにですけどね、はい、あ、そうなんですか、やっぱ飯食ってるとこ見たい、いや、わかるよ、わかるね、そうなん、そうシーズン1、そうシーズン1はドラマが多くて、なんかでも多分これはボーイめっちゃ見てるでしょ、うん、孤独のグルメ、うん、俺今ね探しても探しても出てこない回があって、うん、もううろ覚えなんですけど、焼肉の回、焼肉屋の回何個かあるじゃないですか、わさび車回、いやわさびのやつはこの間見た、うん、で焼肉屋の回ね昔見てあそこめっちゃうまそうだったからもう一回見たいと思って、今ネットフリックスにねシーズン1からあるわけですよ、はい、シーズンスペシャル回じゃないそれ。あれスペシャル回なのかな、なんか工業地帯だか下町を歩ってて井の頭さんが、うん、で腹減ったなーつって住宅街なんだよみたいなでバーって歩くんですよ、いつものパターンで、うん、で飯屋ないなみたいな、でなんかどん詰まりの行き着いた先に焼肉屋があって、うん、あ焼肉屋があるみたいなで入った焼肉屋なんですよ、うん、そこの回が見たいの、うん、で古い回だった気がするんですよ、古いシーズンだった気がするんだけど、うん、探してもなくて、孤独のグルメ焼肉で探せば出るでしょう、で焼肉屋の回が何個かあって、その確かに工業地帯の川崎とかのね稲田堤の回かな、はいはいはい、はい、とかの回とかで焼肉屋でこれだと思って見ても違うんですよ、だからどれだろうと思って永遠に探している、孤独のグルメそれ、うん、いや孤独のグルメだと思う、違うかな、
違うのと酒場放浪記、いや酒場放浪記じゃない酒場放浪記焼肉屋行かねえ、違うの混じってんじゃないの。いや俺飯系は酒場放浪記と孤独のグルメと女酒場放浪記しか見ないな。なんだろうね、うん、なんだろうなっていうのがずっと気になってたりとかする。あただうめもううまそうなんだよな孤独のグルメな。何の回が一番好きですか、飯で言うと。ね、うん、全部食いてえと思うんだけど、うわこれ超食いてえと思ったのは、うん、あのわさび丼の回知ってます？わさび丼ってどれだ、どこ行ったやつですか。あれどこだったかな、静岡とかですか、まさか。なんかそっちが地方だったと思うんですけど、あ地方の回か、うん、なんかわさび500円400円ぐらいで、うん、わさびなを、うん、釣り下ろして、うん、で、うん、あのご飯の上、うん、ご飯に乗っけて、うん、で鰹節混ぜて、うん、ま、かき混ぜて醤油垂らして食うってそれだけなんですよ。あそうなの、わさびだけなの。その井の頭さんはおかわりするんですよ、うん、それ500円もう一杯もらえませんか、うますぎて。おかずないんですか。おかずない。えもう それだけの、オンリーオンリーオンリー、えわさび丼すげえ攻めたな。でも、うん、おかわりするの、うん、で同じメニューおかわりするってあんまないの孤独のグルメ、うん、ない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 2杯目食うんですよ。すげえよっぽど、それうまそうすぎて、うん、わさび丼孤独のグルメでちょっと今日検索する回だな。いやあれね、うん、YouTube で探すなよ。おい、いや僕ネットで探せよ。じゃあ Yahoo で調べますよ。うん、わさび丼、うん、もう出る。ほらわさび丼孤独、伊豆だ伊豆だ。そうだ伊豆伊豆。伊豆の回。うん。伝説ご五郎さんがおかわりした伝説の一杯だって。そうそうそう伊豆門屋。ないよおかわりなんて、おかわり会なんて。これか。いや見てないな。帰ったら見よう。これのわさび丼の回めちゃくちゃうまそう。あこれ、あうまそうなんだけど、あそば普通に出てきた。そばも出てきて、このわさび丼がね、うわーすげえうまそうで、うん、で、うん、なんか五郎さんがわさびすってる間にカップルに文句言ったりするんですよね。やあれでカップルがスマホとかいじってて、うん、男が、うん、おいおいみたいな、わさびの風味がみたいな、わさびするのがうーって思いながらめっちゃスリ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 。あの人がやっちゃったら怖えよ、顔怖えよ。いやこれね、これは食いたいと思った。えそんなにうまいのって思って。これうまそうだな。へえ。これ大学の友達行ったっつってましたもん。いやいいっすね、それいいっすね。すぎて、でも孤独のグルメに出たことある回、うんうん、は何件か行ったことあります。あ本当ですか。うん、東京もいっぱいありますもんね。いっぱいあるからね。ああああいいな、その聖地巡礼もいいな。最高ですよ、最高ですよ。はい、ぜひね、門屋です皆さん。あシーズン3か、シーズン3、シーズン3で絶対あるな。まあそんなね、そんなこんなですよ、はい、そんなテレビを見たグルメ話でまさかのシンプルな、そうシンプルなテレビに対する、はい、そう感想でございました。はい、はい、じゃあいいですか、今日行きますか。今日もスペシャルでございます。イエーイ。今日はうんこクリスマスエピソード大賞。先週はね、うん、もうポンコツがすごかったですね。すいませんね、なんか先週いやいやちょっといろいろ喋りすぎちゃって。いやいや全然とんでもございません。ねえ、なんか、はい、ポンコツ結果なんか、ね、はい、チャットとか見ましたけどやっぱり、はい、ね、はい、僕がポンコツ優勝だなみたいな。もう勝てねえよって言われてましたよ。もう全てに対してもう経験してるじゃんみたいなこあのカットのコメント来てました。すげえんだよ。何なの意味が分かんない。てかさ、はいはい、あの、本当に謝りたかったんだけどさ。何でしょう、味噌汁の、うん、あの、お風呂、本当だったっぽいね。じゃあその、そっから行きましょうか。あ、来てますか、ふつおた。ふつおたがね、来てますね。はい。ラジオネーム、シンクロタカディ。うん。ふつおたです。リオナイさん、ハルミさん、こんばんは。こんばんは。先日、イエローカードをもらったシンクロタカディです。うん、ツイッターやチャットでお返事をしたのですが、浴槽にインスタント味噌汁事件は事実です。台所に袋を2つ置いたのが間違えた原因だったと思います。ただ一つ、僕は嘘をつきました。それは豆腐の入っていないわかめスープだったからです。嘘ついてんじゃねえかよ。イエローじゃねえかよ、じゃあ。こんな僕は今夜2枚目のイエローカードをもらい、次節出場停止になりますか。イエローじゃねえか、嘘ついてんじゃねえか、お前。これ、ちょっと、嘘でしたね。はい、俺嘘ですよ。ちょっと嘘じゃありませんってさ、だってチャットとかコメント欄で書いてたじゃん。本当だよ、お前。チャットで俺ごめんねって謝ったじゃん。おい。おい。俺もさ、わざわざツイッターでさ、見ました、見ました。ね。あ、本当だったんだ、ごめんな、みたいな、うん。言ってましたね。おい。お前、味噌汁とわかめスープじゃ大違いだぞ、お前。おいおいおい。ねえ。ねえ。わかめスープ透明ですもんね。そうだよね。だって、味噌汁は。俺らイメージでさ、うん、味噌のな、うん、あの、色が変わった感じを想像しちゃった。茶色い風呂を想像しちゃいましたもんね。そう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 。そうだよ。おい。おい、お前。米スープじゃん。ふざけんなよ、お前。
普通にシンプルにふざけんなよって言ってますけど。そういう先輩いたわ。怖っ。先輩ね、お前。いや、まあ、怖っ。まあ、そうだよ。でも、次節出場停止ありません。まだ2枚目ですから。ふざけんなよ。その格好でふざけんなよ。お前、やばいっすよ、マジで。やばいっすよ。マクタズフューチャー出てきますよ。全部言いがけ。白 T にジーンズで。いいじゃん。別にいいじゃん。出てきたっていいじゃねえかよ。白 T にジーンズで。白いシューズでね。はい。はい、そうなんですよ。次節。じゃあ、3枚目で出場停止です、あなたは。シンクロ高木、はい。もう嘘つ、ダメよ。そう、嘘ついちゃダメだよ、もう。まあ、嘘じゃないんですけどね。はい。とかね、いろいろありますけども。普通お宝じゃあやっていきますか？そうですね。はい。普通お宝、普通お宝。普通お宝も前回の持ち越してるんで。そうだよね。いっぱいあるんですよ。うん、じゃあ普通お宝、バリオ。お、バリオ。バリオは前回あれでしょ？もらいましたね。そう。あげましたね。うん、普通お宝。リオナイさん、カニミソさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。初投稿になります。まあ、だから先週送ってるからね。うん、バリオです、うん。最近寒い日が続いていますが、この季節になると、何どうしたの？いや、カニミソさんを綺麗にする人なの。カニミソさんそうだ、カニミソさんだよ、みんな。あ、そう、カニミソさんじゃねえよって言われてる。ごめんな。普通に。このラジオ、今回から聞いた人わけわからんから。あれ、カニミソさんのラジオ聞いてるのかなってなっちゃうんですね。確かに。アラミさんじゃねえのかなって。先週だっけ？先週か。そう、先々週かな。そう、だからカニミソさん。まあ、好きじゃないからそういう名前になってた未来あるよね、うん、あるよっていうね宮下さんにね、うんはい、最近寒い日が続いてますがこの季節になるといつも思うことがあります、うん、それはバスや電車の中が暖房効きすぎてクソ暑いということです。わかる、ね、めっちゃわかる。だから俺半袖なんですよ。わかるわかる。そうダウンとかあったかいじゃないですか最近の服って。それ着るとめっちゃ暑いんですよ。そうね、温度調整ね、あるよね。だから中半袖なんですよ、うん、ほとんどの人はその日の気温に合わせて服装を選ぶと思います。なのである程度の防寒対策ができているはずなのです。それにもかかわらずバスや電車の中はゴリゴリに暖房をつけているせいでまるでサウナにいるような感覚になります。ひどい時は汗をかくことすらあります。上着を脱げよと思うかもしれないですけどわざわざ電車やバスに乗るためだけにコートやジャケットを脱いで手に抱えたりカバンにしまうのも嫌だし、車内が満員だったら脱ぐこともできません。暖房をつけてくれることはとてもありがたいのですが、この問題に対してはいつもどうかならないものかと思っています。うん。リオナイさんやカニミソさんが何かに対して物申したいことなどあったら教えてほしいですと。うん。わかりますね、これは。これは非常にわかります。ケツ熱いっすもんね、座ってると。ケツ熱いし、僕なんかは、うん、その、代謝がいいっていうか、はい、すぐ汗かいちゃうんで、私もそうです。結露するんですよね、体が。体が結露。冷えた状態であったかいとこ行くと、一気にもう体中の水分がバッて出て、超汗かくんですよ。それがやばくて。わかります、ね、これやっちゃいますね。やっちゃいますね。僕汗の量マジエグいんで、ちょっとそれが。そうですよ。エグいっすね。垂れちゃうんでね。そう、垂れちゃう、そうなんですよ。ボタ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 。そうよね。肩濡れてるんですもん、だって。濡れてるんですね。パーカーの肩。あ、いや、わかるわかる。俺もそうだよね。うん。そう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 。いや、だからあれはすごい。だから、でも満員電車、都内の電車とかが満員電車じゃないですか。うん、満員電車にしたら暑いんでしょうね。あの、暖房は。そうだね。そうだね。一律で決められてんのかな、どうなんだろうな、わかんないけど。で、物申したいことあったら教えてほしい、うん、と言ってますけど、バリオが。ありますか。俺はね、一昨日かな、一昨日ちょうど、まあ、日向坂のライブに行ったんですけど、はい、動画上げてましたね。そう、ここ最近その坂道系のね、ライブに行くじゃないですか、私は、うん。そうするとね、もう必ずいるんですけど、終わり、ライブバーン終わったら、もう規制退場なんですよ。うん。A ブロックの方、それでは出てください。はい、はいはいはい。それではじゃ次、続きまして B ブロックの方、つって、はいはい。なぜかというと、駅に、一斉にわって行ったら、駅がパンクするから。わかるわかる。こう、もう、じゃあこのブロックの方って、そのね、会場をね、仕切ってる人がね、わざわざアナウンスするわけですよ。うん、で、それライブ始まる前から、終わったら規制退場になりますので、ご協力よろしくお願いしますって言うわけですよ。うん、じゃあ、従うべきじゃないですか。うん、なのに、もう必ず、アンコールバーン終わって、それではじゃあ以上、日向坂46ですが、さよならって言ってるのに、もう出ていくやつがいるんですよ。はいはいはい。もう荷物まとめてコート着て、はいはい、もうまだ暗がりなんですけど、バーってもう走って行って早すぎるパターンね。そう、行ってるやつだから、でもその群衆に巻き込まれたくないから、うん、巻き込まれて終わるから、はいはい、もう行こうとするわけですよ、はい。映画館だったらいいけど、うん、決まってんだもんね。決まってんすよ。だって駅パンクしちゃうんだから、うん、ダメでしょ、そんなことは。うん、みんな、誰か一人がそういうこと やりだしたとかさ、もう収集がつかなくなっちゃうんですよ。うん、だから俺はもう絶対こう規制退場に協力するわけです、もちろんね。うんもう最初、もう呼ばれるまでまず、それはそうだ、もう座ってるんですけど、この間だからもうその隣の、うん、俺の席の隣の女性二人組がまあものすごくライブ楽しまれてて、うん、なんか別に男がやっていいとかじゃないんですけど、なんかそういうの女性がやっちゃうとちょっとがっかりするなっていうか、もう
さよならってメンバーが言っててパッて右見たら、もうその女性二人がバーって一目散にも帰ってるんですよ。もう何なのって、さっきまで楽しかったじゃんって。俺そういうの注意しちゃうわ。え、ダメですよって、うん、え、規制対象ですよって言っちゃう。いや怖えよ、それはそれで怖いって。え、やばい。え、ちょっとなんで帰ろうとしてるんですかって言うと、規制退場なんで。やば、それ迷惑っすよ。それ無視してでも行かれますよ、それ。え、多分無視して行かれちゃいますよ。あいつら慣れてますもん、多分。ああ、うん、いいんすか。まあ飛べるんすか、それ。その言われたことによって、はい、その言われた人って、はい、うわーやだな、はい、うわ言われたって、はい、多分その自責の念を抱えると思うんで、はい、抱えるから。俺はそれをダメージ与えたらちょっと怖えよ。自責の念を抱えてくれよっていう、無視しちゃったなっていう、うん、その罪悪感がちょっとでも生まれたら、うん、もう、うん、そこは、うん、いいやつなのかどうか分かんないよ。あなたいいやつなのどっちなの、怖えんだけど。たまにサイコパスになりますよ、ね、いやだって言う人いないじゃないですか。いや言ってることは間違ってないよ、ボーイは、うん、誰かが言わないと治んないから。なんかこうだからライブのさ、スタッフいるじゃないですか、うん、この警備員のあのバイトのあんちゃんたちいるじゃないですか、うん、一応スーツ着てる人たち、うん、あの人たちが止めればいいのにね、規制退場ですよっつって、ね、うん、大声で言ってさ、恥かかせればいいのにね、うん、いや本当、あなたダメですよって言えばいいのに、うん、大人なんですから守ってくださいって。いや本当大人だった、お姉さんだった、もう綺麗な、この間の村井さんじゃないけど本当髪の毛の綺麗な女性二人組だったんですよ。で格好もきちんとしたね、お姉さんだったんですよ。でちょっとね、ライブ中も右見てね、チラチラ見てね、あ綺麗だなと思ってたんですよ、うん、その気持ちを返してくれっていう。確かにそれ最悪だな。あ最悪っすよ、あ俺はあんな しょうもねえ女に一瞬恋をしてしまったのかってみたいな。やるよな、あるよ、注意しちゃうな、すげえな。あとこの間またこれも浦和レッズのアジアチャンピオンズリーグの決勝にね行ったんですよ、うん、それって決勝に行くってすごいんですよ、うん、でレッズは今年調子が悪かったんです、めちゃめちゃ、うん、でリーグ戦はもう降格するかどうかのもうね、その最下位争いをしてたんですよ、うん、なのにチャンピオンズリーグは決勝に行ったんですよ、はいはい、で決勝の相手めちゃめちゃ強かったんですよ、うん、だから決勝、まあ、負けたんですけど、うん、もう負け3点目ぐらい入れられた時にもう帰ってんですよ、え、客がなんで、まあそれはあでもいい、いやでも それはさ、うんうんうん、言えないよね、まあ、予定あるかもしれない、あるかもしんない、うん、そうね、わかんないし、その負けてんじゃねえよっていうのを帰るっていう行為で訴えてるのかもしれない、あそういう訴え方あるから、そのフロントに対してこんなチームなんて見てらんねえ最後までみたいなのあるかもわかんないけど、うん、でも決勝をね満身創痍でまでたどり着いたわけです選手たちが、うん、いやそれ俺はね、いやそれ最後まで見ようぜと思っちゃった。まあまあね、ね、まあ人によってそれは予定あるからね、ね、それはね、わかんないけどね、そうだね、そう、それは確かに、そう、規制退場とか言われてないもん、ね、難しいね、うん、そう難しい、それは確かに難しい、そう、まあ言われてたらダメだと思いますよ、うん、そう、そうなんですよ、ダメよみんな、だから俺はね、うん、あのサークルの長だったんですよ、そうです、ボーイはサークルの長ですよ、そう、だから、うん、その気持ちすごいわかるのが、はいはい、飲み会とかやった後、うん、みんな楽しくなっちゃって、うん、お店の前でたむろしちゃうんですよ、しちゃうしちゃう。で、うん、もうすぐお店で邪魔になっちゃうから早く解散ですよって言ってんのに、うん、たむろし続けるわけですよ、うんうんうん、それがめっちゃ嫌で、うん、俺だからその飲み会に限らずですよ、イベントとかもそうなんですけど、うんうんまあ、楽しいからね、悪気はないんですよ、うん、悪気はないけどたむろしちゃうじゃないですか、最後までギリギリまでいいよみたいな、うん、でもそのこっちからしたらその飲み会のね当事者とかイベント主催者からしたら早く撤収作業したいから、はい、なるべくねこう楽しいのはありがたいんですけど早く帰ってほしい、はい、はいはいはい、そうだからね、アナウンスするのも嫌なんだよね、はいはい、そうなんだよ、嫌な気持ちにさせちゃう、みんな楽しかった、ね、そう俺も楽しかったし、うん、っていう、そうなんだ、それがあるから、そうなんですよ、そうだね、そこをね組んで、オサはねしょうがない、そうだから俺めっちゃ言ってたんでサークルオサ、あみんなっつって、お店の邪魔に入るなるから、うん、入るぞっつって、ああ偉い、そうだよ偉いよ、誰よりも早く帰るって、誰よりも早く帰るのね、いや俺が帰んないとみんな帰んないからさ、結局確かにね、誰かが先に帰んないと、本当は痛いもんね。そう、本当は痛い。痛いよ、俺。本当は痛いね。そう。あるあるあるだと思いますよ。あるあるっすよ。あるあるっすよ。いや、もうこの、いや、めっちゃムカついたんですよ、この間。この間そこ、こう、事務所出て、向こう新宿駅にね、歩いていく、すぐそこの道あるじゃないですか。うん、そこ焼肉屋、うまそうな焼肉屋あるじゃないですか。あるね。多分もうこの時期だから忘年会なんですよ。ああ、はい、はい。で、サラリーマンとかね、女性とかがね、はい、まあ忘年会多分楽しく終えたんでしょう、はい。で、会計してる仲間も待ってるんでしょう、はい。ここの道狭いじゃないですか。はいはいはい。で、もうなんか、7、8人がもう道に出て、うん、もうタムをしてるんですよ、店の前ギュッてギュッてスクラム組んでる、もうほんとそうぐらいスクラム組むぐらいもうほんと、まあ通れないわけですよ、7、8人の密でこの密細さに
いられたら。ポケモンみたい。ポケモンみたいってどうかな、うん、ワイルドエリア。そう、ジムリーダー倒したらいなくなってるみたいな。どの話RPG とかってさ、どのバージョンいるじゃん。いるそういうさ、ゲームゲームでさ、ワイルドエリアかと思った。違うのね。ジムリーダー倒したら開くみたいな。あるそう、道のさ、行く道のところでさ。あるある。今工事中だから、そういうやつね。橋がね。あるある。そう、で、まあ、いたんです。めっちゃいたんですよ。で、俺はだからまあこっちからバーッと歩いていくんですけど、みんな俺が、歩いてくる方とは逆を向いて喋ってんですよ。楽しそうに。はいはいはい。楽しそうにワイワイ喋ってんですよ。で、まあ、うん、俺、車道に出て避ける必要もないじゃないですか。俺悪くねえし。うん、と思って、バーッと歩いてって、で、誰かが気づくだろうと、大人だし、うん。本当におじさんたちだから。うん、だって道に広がっちゃいけないし、そうですね、でバーって歩いてって、でも気づかないから、でも俺もぶつかるの嫌だから、うん、その一番俺に近いところのおじさんのもう本当目の前っていうか本当ミリぐらいの距離で立ち止まったんですよ、バーって、うん、でも気づかないんですよ。で俺が別にどけよとかって言う必要もないじゃないですか、うん、だからずっとそこで立ってたんですよ、うん、そしたら中の一人の女性かなんかがパーって気づいて、うん、あっちょっと人来てますみたいな、そしたらそのおじさんはバッて振り向くじゃないですか。うん、したら、本当に目の前に俺がいるんですよ。バッつって、うわーみたいな。でなって、あ、すいません、なんかすいません、みたいな感じで、うん、どいて、俺は歩いてったんですけど、そのもう去り際というか、後ろから、なんであいつみたいな。え、あーみたいな。はーみたいな。あ、俺それちょっと、言っちゃうわ、うん。引き戻すでしょ、もう引き返すでしょ。引き返す。俺引き返しちゃう。俺も引き返そうかなと思ったんですよ。ただ、引き返したら 100% 喧嘩になると思って。うん、今の。酔ってるしな。酔ってるし。向こう多いし、人数が。100% 喧嘩になるからもう戻りたいけどやめようと思って、もう泣く泣く通り過ぎました。だから喧嘩になるんだよ。お前が悪いバーカーって言って、走って逃げる。ダセー。ダセー、一番ダセー。ダサすぎる。バーカーって。ダセーよ、一番嫌だよ。バカな大人やめろやめろ。ダセーな、そいつも。一番ダセーんだよ。でも引き返しちゃいますか、それ。曲がったことというか、曲がってますよね、それね。引き返して何て言うんですか、え、引き返して何て言うんですか、おめえが悪いだろって言うんですか、うん、なんだよあいつじゃないですよね、僕、あ、なるほどね、そう、僕は邪魔だと思ったんですけど、謝ってもらえますか、なるほどね、歩道に広がってるあなたたちが悪いですよね、はい、謝ってもらえますかっつって、うん、大人だから交通ルールを守って正しく飲みましょうね、怖えよ、怖えよ、さよなら、さすが、怖えよ、で、それで、去り際にバーカーって言う。バーカー、お前がバーカー、お前の大人のくせにバーカーって言って、逃げるで出した。ダセーな。一番ダセーよ。そんなことしませんよ。そんなことしませんよ。そうですよ。ね、大人なんだからみんなね。しないし。はい。いや、でもね、そういうのは嫌なんですよ。うん、まあ、いや、わかります。めっちゃ嫌です。全然声かけますね、映画館とかでも別に。そう、ボーイすごい正義感強いんだよな。さすがだよな。はい。腹立っちゃうから。腹立っちゃう、わかる。そんな、じゃあ、こともありつつの中で、うんこクリスマスエピソード大賞いきたいと思います。はい。めっちゃたくさん来ました。いやー、楽しみ。いや、だから本当うんこクリスマスなんでしょうね、みんなね。はい。じゃあ、早速ですけど、ラジオネーム、ジェリトメさん欲しい。お、久しぶりですね。うんこクリスマス。リオネさん、ハラミさん、こんばんは。こんばんは。ジェリトメさん欲しいです。うんこクリスマスのお便りを送ろうと思ったのですが、うん、うんこどころか、彼女とバラ色のクリスマスを迎えたいのですが、困ったことがあります。お前、彼女いんのかい確かに。もういいんじゃねえよ、お前。ふざけんなよ。私は小中高と友達はおらず、彼女もいたことがありません。あ、そうなの？なので、私自身、クリスマスや年末年始、バレンタインやホワイト、とで、ゴールデンウィークやお盆休みなど、いろいろなおめでたい日などありますが、私はそういうのに一切気にせず、365日ただの平日で、365日ただの休日という感覚なんです。はいはい。はいはい。だから何をするか全く決めてないんです。え、初めてのクリスマスってこと？彼女と過ごすっていうこと？今？何歳なの？何歳なの？いろいろ書いてこいよ、お前は。しかし、お互い社会人で、クリスマスも平日ですので、うん、夜にご飯食べに行く約束はしてるんですが、それ以外は何も予定していません。はい、リオナリさんやハラミンさんはクリスマスにサプライズなどしたことありますか？あ、ハラミンさんはクリスマスの思い出なんて特にないと思うので、作り話でお願いします。いじってくんじゃねえよ、お前。しょうがねえ。いじるな。クリスマスのサプライズ？クリスマスのサプライズ？だから、クリスマスか。まあ、プレゼントあげたりとかないな、したことねえな、そんなの。うん。クリスだから最近、全く関係ないですけど、
クリスマス近いじゃないですか、はい、で友達には子供がいるんですよもう、はいはい、でこの間パズドラのクリスマスガチャの動画の中では言ったんですけど、うん、まあちびっ子も見てるのを承知でいやサンタさんなんかいねえかなって言ったわけですよ、うん、ね。ただ友達の子供の前でサンタさんいないよって言っていいのかどうかっていう、いやダメだよ、その問題を抱えています。ダメダメダメ。でもいないじゃないですか。いるよ。どうしたんだよ。サンタいるだろ。いない、いないじゃん。いるよ。どこ。クリスマスのさ、はいはい、イブのさ深夜2時ぐらい外見たことある？ないっすよ、ないっすよ。ない、ないないない。いるよ。何？いや本当に、いや何シュッて、何シュッて言うの、シュッて言うのっていう。どういうこと？え、シュッて何？シュッて。オペ始めるんですか？シュッフレミング、フレミングのシュですか？シュ宮本くんのギャグですか？シュッて言うんですよ。シュッて言うんですか？うん。だからいますよ、サンタは。だからいますよ、サンタは。はい、サンタは言います。見たんですか？え？見たことあるんですか？あるある。本当に本当に。本当に言ってますか？本当っす。どんな感じでした？え？どんな感じでしたか？なんか普通の、パッと見なんか、うん、ちょっと年いってる おじさんっぽくて、ああ聞いて育ったのと同じですね、うん、そうそうそう、うん、で俺が見た時は、うん、なんか父親がいつも着てるコートを着てたような気がする、うんうん、父親だよそしたら。いやいや似てた服かな。えサンタ父親のコート着てくるんですか？ボーエンチのボーエンチのサンタって父親のコート着てくるんですか？赤い服着てね、赤い服着てこいよ父親せめて。ボーエンチちゃんとやるんだねそういうので。うちんちはだってあのうちはちょっと自営業だったんですけど、はいはいはい、まあ、家がちょっと工場みたいな感じだったんですよ、うん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 、で屋上があって、うんうんうん、その工場兼家みたいな、うん、家のスペースもあるみたいな、まあ、うちもそうだったら分かりますよ。そうそうそう、うん、でその屋上があって、うん、で夜ねクリスマス、うんうん、まあ、大体19時ぐらいから23時ぐらいの間、うん、ランダムで屋上に行ったら、うんうんうん、あの袋が置いてますよ。なんなんその楽しい。しかもちょっと雪ついてる。楽しいかって。降ってないのに、うん、なんで、うん、あ、そっから持ってきたよっていう演出？わかんない。いや、そうでしょ。雪ついてたの。凍ってたりしてんの。ちょっと。お、すげえんだけど。袋が。演出しげえ、すげえな。霜がついてるみたいな。あ、すごい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 。で、それは、しかも、俺らは30分に1回くらい見に行ってんの。まだあるかな、ないかな、みたいな。はい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 。で、そしたら、あんの。増えてる。トン。すげえんだけど。30分後もう1回見に行こうって見に行ったら、あんの。すげえ。なんで？親父がもうじゃ別ルートで行ってるってことですか？別ルートで行ってる、わかんない。どうやって置いてたのか、うん、今でも聞いたことないし、はい、で、うん、袋が入ってて、うんうん、でかいのを頼んだ時とかはでかいめの袋とか2つ置いてあったりして、はいはい、で兄弟4人いたんで、うん、袋置いてあって、うん、中に手紙、うんうん、それぞれ袋が入ってて、うん、手紙がついてる。サンタさんからの？サンタさんから。うわ出たよ。今回は何々だったらしいねみたいな、小学校のとこのテストの成績、テストの成績いい結果だったんだねとか、ダメだった時はそう頑張ってねみたいな、そう応援してるよみたいな、来年またそれまでに良くなってるといいねみたいな手紙が一言添えてあって、メリークリスマスって書いてあってプレゼントが。そういうことやってくれりゃそれは頑張りますよ。だから俺みたいに頑張んねえさやつになっちゃうんじゃん。そういうことやってくんねえからさ。あれ嬉しかったな、毎年。絶対嬉しいよ、そんなの。ワクワクしてた。ねえ。だからサンタはいますよ。それいいよ、じゃあ。素敵なエピソードだろ。素敵すぎてもう何も言えねえよ。そう、だから自分の子供には、そういうことをしてあげたい。そう、だからそういうさ、ことを されてさ、育ってきたわけだからそういうことしてあげちゃいますよね。うん、それはそうよ。嬉しかったもんだ。俺なんてそんな記憶はねえもん。たださ、今は本当に思うんだけど、子供ってめちゃめちゃ可愛いじゃないですか。可愛い可愛い可愛い。ね、うん、で、俺子供生まれたら絶対サンタクロースとかそのプレゼントあげたいと思うんですよ。いや、そりゃそうでしょ、うん。だって喜んでるの可愛いじゃん。可愛い。うちの親父どんだけパクってんだよと思いますよ。それ見たくなかったのかなって。うちの親父、バカなのかなって、母ちゃんも。俺は、紅派だったね。いや、紅派、紅派、いくら紅派だろうとさ、そんなさ、だって自分家の子ですよ。いや、屈折してる気がする、俺。多分。ハラミさんの記憶がどっかで。いや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 、そんなない。めっちゃ幼い時あげてたんだ。いやいや、そんなない。どっかで記憶が屈折して、そうなっちゃったの。そんなわけないよ。絶対あげてたよ。心の傷を隠すために。そうそうそう。いやいやいや。だって俺、弟もいるわけだから、弟なんて年離れてるじゃないですか。そしたら弟もらってる記憶が残るはずじゃん。俺もらってなくても。弟ももらってないもん。ああ、だから。そういう弟なんてうち可愛いんですよ。サンタが嫌いだったんじゃん、それか。それか、うん、もらってなかったんだよ。お父さん、お母さんも。そう、だと思いますよ。もらってないですよ。うん、うちは、本当に。そうそう。意味わかんないですもん。
そう、結構その昨日ちょうどタイムリーに昨日そのさきちゃんと話してたんだけど、うん、そのなんかドラマを見たらしくて、うん、モンスターペアレンツかなんかのドラマ、うんうん、それで、うん、なんかそのやっぱり DV とか、うん、そう虐待とかしちゃう人、うん、親は、うんうん、腰ちっちゃい時に虐待されてることが多いんですよ、ね、そうね、うん、そうそう、ね、で怒り方が分かんないからそうなっちゃうらしい。そうなんね、そう、そういうふうに怒られてたから、うん、怒り方ってこうだろってそうなっちゃうんだって、うんうん、そうなんだ、そう、悲しい話じゃん。そうだよ、悲しい話。そうそう、だからそれ聞いて、うん、今聞いてさ、うん、あ、クリスマスプレゼントやっぱちゃんとあげようって思った。結びつけんじゃねえよそのエピソードにうちの家庭を結びつけるなちゃんとあげよう。だから、いや俺もだから子供ね欲しいですけど、怖いのは俺もそうやってぶん殴られて育ってきてるから、うん、やっちゃう。いやいや、ダメだよ。が怖いのよ、うん。だから嫌なの。ああ、そういうこと？そう。俺、この負の連鎖止めなきゃいけないんですよ、俺のところで。じゃあ、もう、止めて、居酒屋巡りの。そう、動画を。動画あげろ。あげ、そうだ。それがいいな。一人で。負の連鎖、俺、ここで断ち切るよ。断ち切る。そう。うちの弟は子供いるんだよな、もうな。そんな感じだよね。そんな感じだよ。はい。はい、ね、でも、サプライズは、僕は、今の、うん、そうっすね、ないっすね。当時もないかな。サプライズあんまりしたことないっすね。好きそうなのに。いや、まあ好きなんですけど、その人が欲しいものをあげたいなって思うから、そうね。結構リサーチしちゃいます。はい、はい。で、逆に、俺は、そういうクリスマスとか、誕生日とか以外でサプライズするのが好きです、ね。ああ、なるほど、はい。本当にサプライズじゃないですか。本当にサプライズですね。急に、え、どうしたのみたいな。うん、うん。なんか誕生日とかクリスマスってわかるじゃん。わかる。サプライズ来てもさ、はい、当たり前じゃん。はい。記念日とかそういうのって。ね、うん、だから、そういう日にあえてサプライズせずに、別日にサプライズするのが好きです、ね。うん、うんうん。それが真のサプライズかな。そうだろ、だってジュリとメサ欲しい、それだって。そうだから、うちはクリスマスプレゼントとかは2人でいいもの買おうっつって、うんうんうん、去年はテレビ買いました。あ、なるほど、去年テレビか。去年テレビ買って美味しいご飯、コース料理とかそういうの食べに行ってみたいな。コース料理なんか食ったことねえよ。いいっすね、はい、いいと思いますこの人はいいクリスマスを過ごしますだって生放送もねお休みされるしね、はい、僕も、ね、うん、もう有給取りましたから。そうそうそうです、はい、そうですね、よかったです。はい、続きまして、土かみそ、はい、米さん、ハラミさん、いつもご苦労。おう、ありがとう。メールテーマのうんこクリスマスエピソード大賞ですが、3年前の冬に起きたことをお便りしようと思います。なんだ。当時職場にバイトで来ている年下大学生の彼女がいました。はいはい。ん、あ、これも彼女なの。彼女、あ、彼女なのか。年上でゆとりがある人が好きと言っていました、うん、僕は何か勘違いしていたのかもしれません。一年目のクリスマスで大人の力を見せてやろうと息巻いていた僕は、4度 C のネックレスをさらりとあげました。4度 C?4 度 C ってあの有名なブランドっす。はいはいはい。指輪とかネックレスとか、ダイヤの、そう。とっても喜んでくれました。しかし、その晩、電話で振られました。4度 C めっちゃ高いっすよ。4度 C めっちゃ高い。理由は、なんか重いとのこと。くそ、女は。あの後はスナックで朝まで焼酎を飲みました。トライアンドエラーですね。それでは聞いてください。HY で366日。これでもいいと思えた夜だった。本当だよ、もう。クソ女。いや、てっきりなんか素敵なエピソードかな。全然うんこじゃないじゃんって思ったら、はい、うんこでした、ね。うんこでした。うんこ中のうんこですよ。この女が。今回はだから、ハラミさんが選んでください、はい、MV とか、ね。あ、もう、え、これっていいんですか、あの、ノベルティ上げていいんですか。ノベルティ、この間のあの感じであげちゃっていいんですか。まあいいなと思ったら、じゃあいいんですか。今スペシャル回なんてめったにやんないですね。そうっすね、もう年2回ぐらいですね。うん、いや、もうこれいいんじゃないですか。ジェリドメサ推しあげません。じゃあメモっといてください。土か味噌、土か味噌、これいいじゃないですか。土か味噌、うん、じゃあプレゼント、イエーイ。これじゃあ丸丸ねえ、これもうクソクソですよ。クソエピソードです、はい、後日ね、あの、うん、お送りしますんで、そうです、うんこクリスマス、はい、年内にはお送りしますんでよろしくお願いします。あ、本当に年内にお送りします。年内にはお送りできると思います。すごいな、4度 C のネックレスあげて、なんか重いっつって。いや、ありますよね。僕もクリスマスイブに振られた経験あるんで。いつ、大学生の時。大学、いや高校生の時。クリスマスイブに。クリスマスだったかね、24か25どっちかもう忘れちゃったんですけど、記憶は。なんでなんで。初めての彼女で、はい、1週間付き合って、はい、枠振られました。で、手つないで、うん、それだけです。高校の時。高校の時か。だからもうその彼女も OK したもののみたいなやつですよね。よくあるやつでしょ。なんかね、なんだったんだろう。違うんすか。あ、ね、俺が奥手すぎたのかもしれない。手つないで、クリスマスイブに、うんうんうん、
ちょっと勇気出して、はい、で俺の家に、うん、家っていうか部屋にだったんですよ。お俺の部屋だったんですよ。でなんかテレビとかケーキとか食べて、うんうん、で、うん、もうなんか本当にもう注文したんですよ、うん、そのこと。あら、えその日に。でも本当にでもディープなやつじゃないですよ。もう本当にチュッぐらい。その日に、その日に、そのクリスマスに、クリスマスにチュッて本当に。でそっから先は一切何もないです。おい、いや俺何もできなかったんで、だって部屋でしょ、限界だったんですよ、うん、でももうそれで嬉しかったんですけど、うん、はいはい、その後振られましたうわ、電話かなメールかなどっちか忘れたんですけど、なんですか、結構重たい、なんですか、もうあれですか、やっぱりみたいな、やっぱりみたいな感じで、うわ最悪だな、ダメだったみたいな、ダメだったみたいな。でもその後に、うんうん、数年後、うん、に、うん、なんかメール来ましたよ。えマジで大学ぐらいというか、なんでなんで、その子、なんで、いやなんか今まで付き合った人の中で一番良かったみたいな、その人だからなんか、うん、みたいな感じのニュアンスで言っているという、うん、それは何、よりを戻そうとかじゃないんですか、その女は。そうじゃないですか、わかんない、いやわかんないけど、会いませんかみたいな感じじゃないですか。で会ったんですか。いや会ってないです。なんで、そんな会わないでしょ。だってなんで、だって俺もその時別に他に好きな人いたし。あ、いたんだ、じゃあいいか。で、うん、なんか腹立って。なんで腹立たないでしょ。いや1週間でさ、うん、分かるか、そんな俺ら分かったあと俺はすごいその子のこと好きだったんですけど、そんな振られ方して、勝手じゃないですか、めちゃくちゃ。まあ勝手ですよ。そうそうそう、まあ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 、そうだから。え、その時に好きな子とかいなかったとしたら、もう会いに行ってないですか。会いに行ってないですね。そうなんだ。全然会わないでしょ。全然会うわ。え、全然行きますよ俺。何が。俺そんなメール来たら全然行きますよ。会いませんかって。だどっちみちそんなんで会っても分かれますよ。振られるか分かれますよ。だって俺の性格変わんないし別に。でも今まで一番良かったわけでしょ、その子からしたら。でも違うよな。いい人だったみたいな感じ。なんか違いますよそれは。うん、じゃそのことは何もないですよ。本当に何もないですよ。本当に。勧誘ですよ、勧誘。勧誘されてましたっけ。勧誘、勧誘。なんかの勧誘ですよ。勧誘か。やめた方がいいっす。いや、そんな感じでもない、ね。そんな感じでもない。あ、そうなの。そう、でも。なんかな、ボーイもなかなかうんこクリスマスありますね。はい、いや、はい、クリスマスの思い出本当にないんだよな。本当にねえんだよ俺もね。びっくりするぐらい本当。もうクリスマスの悪口言ってただけだから。俺だって彼女に振られたことよりも、うん、その好きなバンドのボーカルが亡くなっちゃったことの方が辛かったわ。ああ亡くなっちゃったのか。そう、クリスマスイブに。わあ、その本当にその年の、うん、同じ日ですね。同じ日か、うん、へえ、それは辛いですね。そっちの方がきつかった。うん、それは辛いわ確かに。はい、じゃあ続きましていいですか。はい、じゃあ辻かみそ、今のねプレゼントね、続きまして辻かみそ、うんこエピソードクリスマス、うんこクリスマスエピソード大賞、うん、ハゲナリさん、ハゲミンさん、こんばんは、うん、こんばんは。あ、こんばんは。もう一回辻かみそか。そうです。あれは去年のことです。11月前半マチコンに出席し、うん、お前すげえ恋してるなお前3年前の冬と去年のことで、お前、マチコン、お前、去年マチコン行ったのか、お前。すごい、高頻度でうんこクリスマスを過ごしてる。恋に、うんこクリスマス生産期っすよ、こいつ。恋に積極的っすよ。確かに。ね、マチコンに。積極的。積極的っすよ、マジで。だって3年前の冬、職場の年下の大学生に声かけてるんですか、そうだよね。そうだよ。だから、すごい勇気があるよ。お前、なかなかやってんな。うん。ね。マチコンに出席して、僕のタイプの年下の女の子、お前、年下好きだな、お前。年下の女の子好きだな、お前。おい、お前。好きだなぁ。クソ野郎だろ、なかなか。ね、女の子と連絡先を交換することができて、うん、大事に大事に3度のデートを積み重ね、お付き合いすることになりました。すごい、毎回付き合ってんですよね。だから多分、まあまあかっこいいんでしょうね、こいつ。そうだよね。そうだ、お前。すごい。リア充がよ。付き合う前のデートでは、その子の希望でイルミネーションへ連れて行ったので、クリスマスのデートはお互いにプレゼントを買いに行くというプランになりました。うん、そして当日、まずアウトレットにて、彼女になったその子は商品を手に取り、このストール似合うんじゃないとか、うん、わーかっこいいみたいな素晴らしいお買い物を繰り広げました。はいはいはい。いいですね。もうまさにデートだね。いいね、いいね、いいね。最高かよ、クリスマス万歳と浮かれてました。はい。アウトレットでの買い物を終え、この後は電車に乗り、場所を変えて彼女へのプレゼントを買う。そして美味しいディナーも予約済み。さあ行こうじゃないか。あ、大丈夫です。メールテーマは忘れていません。さて、電車に乗り換えてみると、うん、彼女は急に浮かない表情。あれ？うん。どうしたの？と聞いてみると、最近仕事のストレスで薬を飲んでいる。とか、なんかいろいろとネガティブなことを言い始めました。どうしたどうした年上の僕は、優しく聞いてあげようと思っていると、彼女は、うん、今はしんどいから別れよと言いました。え？え？急に？え？え？移動中の電車で別れ話をされたんですけど、
電話の電車の中だとしっかり話せないからとりあえず移動しようと言い話を止めました、うん、彼女はプレゼントはいらないよと制止したにもかかわらず追加攻撃してきましたので、とにかくちゃんと話せるところに行こうと僕はハゲそうになりつつ防御しました。そうそう、確かに、確かにそんな急にね、急にさっきは最高って言ってたのに、ね、レストランにつきキラキラの店内、テーブルいっぱいに並べられる食事の数々、目の前には可愛い女の子、うん、味のしないチキン、話し合いをしてどうもどうしても別れたいようなので諦めました。プレゼントも買わせてもらえません。人生で一番食事が喉を通りませんでした。帰りの電車に2人で乗り、女の子の最寄り駅に着いて、さよなら幸せになってねと別れを告げ、短い恋が終わりました。帰るために車に乗るとコートとストールがラッピングされて助手席で冷たくなってました。これが去年のうんこクリスマスです。それでは聞いていただきましょう、牧原紀之でもう恋なんてしない。ドゥン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 。最悪だよもう、なんなんこれは、かわいそうだよね。えどうした。今のどんな時、そうどんな時、今のそれを考えたんだよ。あれてて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 てもう声が違いました。この間村井さんが歌ったやつですね。そう、いやでもなんか珍しい女の子ですね、これは。逆にというと、だって普通そんなさ、別れようって思ってたならさ、彼氏にプレゼント渡さなくない、買わなくない、だって自分は買ってもらってないわけで。そう、普通逆だよね。普通逆、そのそういう狙いがあるんだとしたらね、買ってもらってから、うん、ね、だからもう純粋にそうだったんじゃないですか。急にだから減らっちゃったんだ。ああ、電車の中で。そうだ、メンヘラ気質だったのか。メンヘラ気質なんだな。大変だこれ。こうはちょっとなんだな、こういう子。メンヘラ気質な女の子と付き合ったことがないか分かんねえんだよな。違うんですよこれは。なんですか。あの、僕もちょっと偉そうなこと言えないんですよ。はいはいはい。そう。うん、言えなかったそうなこと言えないんですよ、恋愛、うん、恋愛経験少ないんで、うん、で僕のね友達の、うん、まあ、F 小川って人がいるんですよ。いや、それそっち隠すんですよ。 F 小川小川言ってくるんですね。F 小川って人がいるんですけど、うん、小川ね、はい、その人は、うん、あの大学で、うん、あのメンヘラ製造機って言われてた。そうなんらしいです、ね、メンヘラ工場長って言われてた、はい、工場長って言われてたんですね、はいはい、それでエピソードがあるんですけど、はいはいはい、というとその、うん、彼と付き合った女の子は最初は全然メンヘラじゃないのに、うん、付き合ってからメンヘラになってしまうっていう。メンヘラ製造機って言われてたんですよ。はいはいはい、お前一回の、うん、お前の工場に入った女の子はメンヘラになって出てくるぞって、うん、ショックされちゃうんですね。そう、で優しすぎるんでしょ。フェス、そうフェスさん、うん、F 小川は、そう、 F 小川さんは優しすぎる、うん、めっちゃいい人じゃないですか。めっちゃいい人、そう、優しいし、すごい相談聞いてくれるし、世話焼くし、ね、世話焼きだし、話しやすいのよ。俺めっちゃさ、頼りにしてるっていうか、そうなのよ、そう、みんなに頼りにされる人だからね。性格も、うん、そうそう、うん、そのまあ真面目だから、うん、その結構そのね、うん、フェス君は言っちゃうんですね。結構フェスはそれで悩みを抱えがちなんだけど、うん、本人がね、はい、悩み真面目だから、うん、でもいいやつなんですけど、そういいやつなんですよ。結構みんなに優しい、うん、よく言われてたの大学の時、ね、みんなに優しいね。そう、彼女にも当然優しいんだけど、彼女以外の女の子も結構優しいんですよ、ね、そうだね、モテんすよあの人。そう、モテるのよ、 あの人モテんすよ。そうそうそう、で本人はそんな気ないんだけど、ないのよ、彼女が嫉妬しちゃうって。ああ、そっちか。そうそうそう、はいはいはい、のパターンなんですよ。それでメンヘラ、そう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 なっちゃうよ、多分。原因が、どっか、はい、その子もあるんだろうけど、はい、でもね、うん、そういう、結果、そういうね、なんか、やりとりで、そうなっちゃうんじゃないかなって。うん、なるほどね。そうそうそう。そうね。だから元々のメンヘラの子もいれば、そうそうそう、後天的になっていくっていう子もいる。そうそう。だから、メンヘラと付き合ったことないじゃなくて、はい、付き合ってメンヘラにならないってことです。だから、ハラミーさんは、そういう感じじゃないってことです。そうなんです。だから、優しくない人ってことです。お、やめろよ急に。俺だって一応やるつまりそういうことでしょ。つまりそういうことだな。そうそうそうですね。もう本当にね、喉乾いたって言ったらうるせえ水飲んでるって言いますからね。スタバとか連れてかないから。そうそうそうですね。それはメンヘラになんない。それはメンヘラになんないですね。それは確かにそうだな。そうなんだな、やっぱ。大変だね。大変だね。いやー、つつかみそう。いいエピソードだってさっきあげたからね。そうそう、まあね、ノベルティープレゼントあげるから、うん、あげるから、それでよかったね、癒やしてくれ、傷を癒やせるか分かんないけど、癒やせるか分かんないけど、変な怒られてる、クリスマスプレゼント。そうだ、続きましてラジオネームハッシー、うん、
うんこクリスマスエピソード大賞2019、とある年のクリスマスの話なのですが、11月半ばくらいから全く興味なかった大学の同じ学部の女子から急に一緒に帰ろうと言われ、まあいいかと思い一緒に帰った日から LINE などを毎日したり、急に電話が来たりなので猛アタックのようなことをされていました。おお、いいじゃん。いいね。全然うんこじゃねえじゃねえかお前。自分はその子に一切恋愛感情はなかったのですが、推しに弱いせいかだんだんその子が可愛く見えてきてしまい落ちてしまいました。おいお前ちょろいなお前。めっちゃわかるよこれでも、こんなね、ハッシーはよくイベント来てくれますね。のハッシーですねこれね。それそうですね。初めて読んだんじゃないラジカケだかな、違うかな。いやこんなされたらね、押されちゃったら落ちちゃうよねそんなね。うん、もう、そう、そしてデートを何度か重ねていると向こうからのボディタッチなどが増えてきました。あら、あらら、もう最高じゃん。そして向こうからクリスマスイブに会わないと誘われたので、おいおいおい、これは行くしかないと思い、もちろん OK しました。もうこれはね本当にね、いやそりゃそう。そして迎えたイブ前日にまさかのドタキャンをされて、その子との LINE のやり取りも途切れてしまいました。え、なんなんマジでこの急展開パターンやめろよ。コクってもない、なんならこっちから仕掛けてないのに振られたみたいになったうんこクリスマスでした。そして LINE のやり取りを見返すと、ハッシーって惚れやすそうだよねっていう LINE が会話し始めた頃に送られてきていました。最初から遊ばれていたっぽいです。ゾッとしました。今年のクリスマスイブとクリスマスは神宿のイベントに後輩と行って楽しいクリスマスを過ごしますということで、クソだな、うわそんなだな、そんなだなこれは。そんな、え、本当にそうなのかな。ほん、え、なんか、いや、いや、消息不明になってない、この女の子、まあ、どういうこと、事件に巻き込まれた可能性がある。いや、そっち重いな、それ本当にクソだな。ガチでちょっとさ、そっち系じゃない、どうし、もう連絡しようにもできなかった。いやいやいや、そんなことないでしょ。いや、女こういうことするんですよ。誘拐されてない、大丈夫。いや、もうどこまで心配してんのよ。あれ、メンヘラ製造機か。メンヘラ製造機か。あれ、彼氏から電話つながんない。あれじゃないの。メンヘラ製造機か。誘拐されてねえ。いや、メンヘラと心配性は違うからね。あ、違うんだよ。メンヘラと心配性は違うんですね。いやもうこれほんとこういうクソ女マジでいますからね。だから去年は原倉サンタっつって原民さんと倉島さんでやったじゃないですか、こういう形のやつを。だその中で出てきたエピソードで、元弊社のミックスという男が、はい、あの観覧車に行ったにもかかわらず付き合ってもらえなかったみたいなね、その話だったんですけど、もうなんだっけ、もうミックスさんの場合はプレゼントも買わされたんですよ確か。あ、そう、プレゼントも買って、で観覧車一緒にクリスマス乗ろうよみたいなことやって、乗ってそこで行けると思って告ったら、いやそういうつもりじゃないんだけどみたいなこと言われて、え、なんだみたいな。ありますけど、で女こういうことするんすよ。いや最悪だな、マジ意味わかんねえよ。モテ遊ぶな、これモテ遊んでんすかね。モテ遊んでんじゃない、これモテ遊んで、この女性のリスナーがもしいたら、これはモテ遊んでんのかどうなのかちょっと送ってくれよ。このエピソード最悪なのが、うん、ハッシーを別に最初好きじゃなかったっていうね。そうそうそうなのよ。そうなんですよ。向こうから海外来て、ハッシーが好きになっちゃって、どっか行っちゃって。マジ意味がわかんねえ。いや、本当にだからポケモンだよね。ポケモン？最初懐いてなかったポケモン捕まって、ハッシーはポケモンなわけですよ。で、捕まれるじゃないですか。で、めっちゃ戦闘とか一緒にやっていくうちにめっちゃ懐いたんですよ、ハッシーが。懐いた瞬間に捨てるみたいな。捨てるみたいな。もういいよ、みたいな。お前もういい。こいつちょっと努力値間違えちゃったな、つって。こいつ 5V じゃねえ、捨てるわ、捨てるわ、つって。違う卵産ませるわ。そのポケモンの気持ち！やめろ、まあ、ハッシーかわいそうに。じゃあね、うん、もうハッシーにはあげたよ、あげましょう、ハッシーにノベルティあげましょう、あげよう、オッケー、ハッシーおめでとう、ハッシーおめでとう、これちょっとかわいそうだ、うん、かわいそうだ、うん、で神宿のイベント楽しんできて、楽しめ、うん、いいじゃん。いいよね。はい、続きましてシンクロタカディ、お、タカディ、はい、うんこクリスマスです。リオネさん、ハルミさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。これは大学1年生のクリスマスエピソードです。僕は建築学科出身なのですが、模型や図面などの課題が出ます、うん、課題に疲れたのでみんなで鍋をしてました。しかし制作室は飲食厳禁で、うん、管理人にめちゃくちゃ怒られ、次やったら定額になると念書を書かされました、うん、リオナイさん、ハラミンさん、ここでもイエローカードもらってましたと。やかましいですね。やかましい、やかましいな。はい、これあげません。普通すぎるクリスマス関係ないから、うん、はい、これあげないな。なんならもうこれイエローまだ、これイエローまである、本当に先週の、うん、送らないまである。先週のノベルティは送らないまであるからな、お前。その防御を握っていくからな。続きまして、ラジオネームスリジエ。うんこクリスマス。
リオネさん、ハラミさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。最近リアルタイム視聴すると過呼吸起こしそうで怖いスリジエです。あ、笑いすぎて。じゃあ聞かないでください。いや、いや、聞いてください。ね、聞いてな。聞いてね。そう。先週テーマ発表の際にハラミさんがクリスマスに対するバリ雑言でもいいぞとおっしゃっていたので、うん、そこら辺にしようと思います。お、はい。あれは5年前のことです。私に最初で最後の彼女ができた頃の話です。はいはい。お、私もまだ、かっこ今もだけど、若かったこともあり、そりゃね、いろいろと期待はするわけですよ。まあな、誰だっていればそうなると思います。うん、親という壁から、あ、ごめんなさい、てん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 と、ね、いればそうなると思う、てん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 。親という壁から全てを越えられず、砕け散りました。その月末別れました。以降、私にとってクリスマスどころか、誕生月の12月はとっても嫌いなものになりました。はいはいはい。何もできなかったんですね。そうか、そうか。いや、親いないとこ行けよ、お前は。そうだよな、それは。なんとか言うてる。それ、したい、したいならさ、うん、そういうことしたいんなら。ねえ、なんとかすんのが男だよ、お前。ざっけんなよ、クリスマス。お前のせいでいろいろと諦めることになったんだからな。何が恋人同士だ。そんなもん強要してくんな。いらねえつって決めたやつにはいらねえんだよ。おい、今、恋人いるやつは頑張れよ。末永く爆発してくれ。それとありがとうよクリスマス。恋人同士のキャッキャしてる姿を見させてくれて感謝してるぜ。また来年な。かっこオチなどない。私の周りではまだインフルエンザや風邪などはそれほど出ていませんが、風邪にお気をつけください。情緒どうなってんだよお前。おい、情緒おかしいだろ。これあれか、3人で書いてるパターン。3人で書いてるパターンじゃないですよ。そこの行単分担してるパターンじゃないですよ。違う、情緒がおかしいんですよこいつの。 3G の3人でだって、文章のさ、生すぎ、あのなんか、なんかね、CD がさ、リリースされた時のさ、うん、アーティストからのメッセージみたいな。各アーティストからメッセージ。テイストが違いますよ。そうそう、そんな感じで。本当だよお前、テイストが違えじゃねえかよ。テイストが違う。いやー、でもこれは、うん、あんまりうんこじゃないです。うんこじゃないですね。っていうのは、うん、本人の頑張り次第どうとでもなってる。そうそうだよ、これはうんこじゃない、うん、さっきのハッシーとかは理不尽じゃん、うん、そう、意味が分かんない、向こうからのそうふざけんのみたいな。そう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 、それはだからさ、振られるとかさ、そう、急にふざけんだみたいな、うん、それは 3J が、 3J はこれはだって自分がさ、それしたいんだったらそうすればよかった、うん、そうだよ、頑張れたでしょ、俺突破しろよ。そうだよそうだよ、頑張れ、ダメだ、ノベルティは。そうだ、ダメだ、頑張れ、これはな、うん、これはな、そうだな、そうそうそう、頑張って、ただ読まれたよ。ありがとう、はい、ありがとう。続きまして、シンクロ高木、うん、うんこクリスマスです。リオナイさん、ハラミさん、こんばんは、うん、こんばんは、こんばんは。これは僕が大学3年生の12月のとある日のことです、うん、学校をサボってパチンコ番組の公開収録をやってる店に朝から打ちに行きました。最高だね、いいね。最高だ、最高だ、最高だ、クリスマスにこう朝から行くやついいね、最高だな、いや、いい、最高だと。結果12万負けました。そういうやつが最高だった、ね、あ、そういうやつが最高、行為がじゃなくて、行為がじゃなくて、そういうやつがね、いや、怪獣みたいなやつだなと思って、結果12万負けました。めっちゃ負けてる、盛りました、6万円負けでした。ああ、6万ね。そしてクリスマスがたまたまオンエア日で、はい、タイトルコールの時元気そうに拳を上げて映ってる自分を見て腹が立ちました。この日も4万円くらい負けてたな、クリスマスクソくらいっていう。これはいいっすね。いや、全然うんこじゃないでしょ。これうんこじゃないの？あ、だってお前楽しんでんじゃん。あ、そうだよ。これ当たってたらうんこじゃないですからね。確かにね。負けてたらうんことか言ってますけど。そうだ、お前勝ちに行ってんの？お前が勝てなかったのが悪いだけだよ。勝手にお前が言ってるだけじゃないか。そうだ。お前がパチンコ下手なのが悪いんだろ。俺パチンコやったことねえかわかんないけど。すげえなぁ。そうだ。公開し、学校サボってパチンコ番組の公開収録行くのはいいっすよね。いや、楽しんでんじゃん。だってワクワクしてるじゃん、その日の朝絶対。なんだよ、お前。なんだよ、今日行くんだってなってんの。朝から行ってんじゃん。それでね、なんかね、いろいろね、あったらね、うんこですよ。うん、そうそうそう。そうそうそう。はい、続きまして、シンクロ高木。シンクロ高木多いな。お前、味しめてんじゃねえよ、お前。どんだけ送ってくんだよ。うんこクリスマス。リオナイさん、ハラミさん、こんばんは。こんばんは。僕のエピソードは、大学2年生の12月前半に彼女と別れました。うん、男友達にクリスマス。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。大学2年生。さっきのパチンコは大学3年生。あ、そうかそうか。お前、いろいろありすぎだろ、お前。各もう学年で送ってくるじゃねえね、12月前半に彼女と別れました、うん。男友達にクリスマスにディズニーに誘われ、リア充ばっかでつまんなそうだなと思いながらも、暇だったのでついていきました、うんうん。蓋を開けてみると、一番楽しんでるのは僕でした。
俺らの青春フォーエバーリア充爆発しやがる。全然うんこじゃないじゃん。お前がな、趣旨分かってんのかお前。お前が悪いんだろ。おい、お前が悪いんだろっつか楽しんでんじゃないかお前。その別れたところをうんこエピソード送ってこいよお前。楽しんでんじゃん。ディズニー楽しかったんだろ。いいじゃねえか。いいじゃねえか。シンクロ高木。普通のうんこのやつはディズニー行く友達もいないんですよ。ああ、分かる分かる。ね、ディズニーとか行ったことないんですよ。いないね。いないんですよ。お前はうんこじゃない。お前は全然リア充だよ。のリア充爆発しやがるとか言ってるけど、お前がリア充なんだよ。そうだ。だ友達いるじゃん、いいじゃん。いるよ。友達いないんだから。うん。なあ。そう。俺みたいに。誰が俺みたいにだよ。やめろよ。そういう人、そういう人行きたいの。そうだ、そういう人だよ。そういう人いないの？続きまして、マッスルジョニー。マッスルジョニー。うん。いいですね。あ、いいね。うんこクリスマス。リオネス・ハラミさん、こんばんは。こんばんは。昨年のクリスマス近辺で仲良くしてる女の子がおり、その子とイブに会う約束をしていました。うん。いいじゃん。いいね。しかしながら23日の深夜に突然お断りの LINE が、ウキウキで朝起きてそれを見た私は絶望しました。前日にはドヤ顔で親に明日晩飯いらんからやばと言っていたにもかかわらず、いいね、本当にそれ言うやついるんだ、いるんじゃないですかと言っていたにもかかわらず、やっぱ晩飯家で食べるわと訂正することになってしまい、その時の母の心情を推察すると悲しくなります。でも言ったんだちゃんと。何ですか。その夕飯家で食うわ言ったんじゃないですか。いや俺だったら絶対外行くわ。いやだって松屋とか行くよ。松屋とか行くんだ、うん、クリスマスにね、うん、人生最悪のクリスマスでしたということで、いいですね。俺満喫にこもるんでそういう時は。悲しくて母親にバレたくないから。そんな、あ、もうバレたくないんだ。だって悲しませちゃうし、うん、そんなこと言って何より恥ずかしい自分が、あ、そっちとやってしまった、うん、なので満喫に行って、うん、大体デートしたなぐらいの時間の間、うわーすげえ、漫画読んで、うん、で帰りに松屋食って帰る。悲しいな、一番悲しいじゃないかそんなの。悲しい。ただマッスルジョニーいいですねこれね。いいね。これあげますよマッスルジョニー。じゃあマッスルジョニープレゼント。マッスルジョニープレゼント、はい、マッスルジョニーおめでとう。おめでとうマッスルジョニー。これかわいそうだな、これはかわいそうだ。なんか振られたやつ無条件であげてるけど確かに振られたやつ無条件食べてますね。いいっすね。なんでこれはイブにさ会う約束をしていてさ、女の子は、うん、23日の深夜にお断りするんすかね。いや俺はそれないけどね。違う男から誘いが来たんですかね、もっとイケメンの。わかんないけどキープされてたのかでってことですよね、うん、なんなんそんなキープだとかなんだとかって、もうアメリカのドラマの世界の話だと思ってましたもん。そうだね、あるんだ。あるんだね。そんな怖いわ、やめて。次行くか。はい、続きまして、シンクロ高木。いや、ちょっと待って、お前。え？多すぎだろ、シンクロ高木。めっちゃ怒ってくるんですよ。いやいや。うんこクリスマスです。本当にうんこか？うん、そうだよ。疑ってよ、俺は。リオネス・ハルミさん、こんばんは。こんばんは。僕のうんこクリスマスエピソードですが、去年のクリスマスイブに。え、ちょっと待って、全部思い出してる。全部思い出してる。全部思い出してる。毎年毎年思い出してる。人生のクリスマス全部思い出してる。書いてんじゃないですか、こいつは。え、それ、ないよね。お前、そう。賞賛の冬ですって。ないよ、ないないない。お前、そんなこと言ったら来年書けねえぞ、お前。ここで全部、お前。エピソードのリサイクル禁止だからな、お前。ね、去年のクリスマスイブに偶然、いとこに会った時に、高に彼女いないの？作りな？と、中1の13歳にめっちゃマウント取られました。うん、いとこは翌日ディズニーランドに行ったみたいです。うん、別れてしまえと、うん。いや、全然うんこじゃない。お前ちょっと弱すぎるな。だよ俺多分これ、うん、シンクロ高木に対して、はい、みんな不満抱いてるぞ。はあ、いや、お前リア充だろ、つって。いや、こいつリア充。幸せに過ごせよって思ってる、多分。お前いとこいるじゃねえか。振られたやつ全員は、シンクロ高木、お前これ。本当だ。甘いぞってなってるぞ。お前がだって彼女作ろうとしてないのが悪いんだろ。こんなね。そうだぞ。しかも、なんなら一通のお便りで終わりそうな内容、ショートのやつはお前。本当だ、お前。ショート文で送るなよ、お前。アーティストのお前。うん、アーティストのやつじゃねえか。アーティストの文言ぐらいの文字だ。お前、ポイント制じゃねえかな、これ。数多く当たれば、送ればもらえるわけじゃねえかな。うん、でも読まれたよ。読まれた。よかったね。シンクロ高木おめでとう。読まれたよ。よかった。はい、次。ラジオネーム、ユー。うん。うんこクリスマス。ゆうすけさん、りおやさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。慶応志望で、今年が大学受験です。慶応？慶応。すげえ。僕の学校は偏差値50代の公立高校、かっこ埼玉県で、うん、専門学校、推薦が多く、一般受験の生徒が少ないです。うん、周りは、大して授業をちゃんと聞いておらず、寝てる人が多いのに、受験で使わない教科の授業中に、僕が受験科目を勉強していると、自分にだけ怒る時があります。先生がね。先生が、うん。受験で受かるのが高校にとってもいいことなのではないかと不満に思います。なるほど。少しくらい多めに見てくれたっていいのに。孤独に残りの2ヶ月間、一般受験乗り越えたいと思います。何の面白みもなく不満を言ってるうんこばらしすぎてすみません。最後にこのラジカゲが週1回の楽しみです。ん？あれ？
クリスマス関係ねえじゃねえか。お前、お前何聞いてたんだよ。クリスマスの週一回の楽しみをお前、ちゃんと聞いてたか、お前。ちゃんと聞いてたのか、お前。クリスマスのエピソード送ってこいっつってんだろ、お前。お前の受験勉強に対する不満のエピソード送ってこいじゃねえんだよ。おい。言うよ、おい。どうした何があった、お前、何があった、お前。大丈夫か、お前。それ、ね、ゆうのさ、聞いてるラジカケ、うん、パラレルワールドのラジカケじゃないそれ。もう一つの世界線のラジカケ聞いてない。でもちゃんとうんこクリスマスと送ってきてるかな、全然違うやんけ。どうしたお前。これ別に、クリスマスじゃなくても書けるぞ。うん。うん、ね、うん。何や、書き違えたか、うん。でもやっぱこう、やっぱ孤独に受験勉強してると頭おかしくなるから。ああ。やっぱそれっすよ。頭おかしくなってんだ。そう、頭おかしくなってんですよ。だから頑張れよ、お前。頑張れ、頑張れ。そう、ラジオ、このラジオが週一回の楽しみなんですって。このラジオ聞いてたらもっと頭おかしくなる。そう、頭おかしくなるから、やめろ。すぐ閉じろ、お前。もう速攻で、スマホ叩き割れ。はい、次行きましょう。続き、はい。ラジオネーム、ハラミンの相方。お、うんこクリスマスです。はぁ、あ、マジ疲れた。まぁ、あ、何もしてないんだけどな。どうも、ハラミンの相方です。もう怖い書き出しでしょ。怖い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 。もう事故りそうな。やばいやばいやばい。匂いがプンプンの。やばい、こういうやついるね。こういうやついるんですよね。もう事故りそう。事故りそう、事故りそう。テーマはクリスマスということなので、僕の1年前のクリスマスをありのまま書こうと思います。うん、読んでもらえたら嬉しいですが、結構悲しいエピソードかもしれません。お、1年前。実家に常駐している僕は、とある瞬間にどうしても一つやりたい企画を思いつきました。うん、企画 ?YouTuber? その企画を思いついた瞬間、行動力というとてつもない感覚が湧き出しました。うん、僕にとっては珍しい感覚です。うん、その日は12月24日クリスマス。久しぶりに外へ出て、駅近くの100円ショップで爆速であるものを買いました。うん、察しがいい元相方のハラミン君になら分かるよね。あとリオナリ。そうです、サンタクロースの衣装を買いました。価格はなんと300円。安いけど高いという100円ショップのジレンマを背負いながら自宅へペダルを漕ぎ捨てました。少し暗い夜道は電灯が灯り、住宅街には家をイルミネーションで囲っている頭のおかしい奴らでピカピカしてたよ。リオナリとかやってそうですね。まあそれは置いといて息切れしながら家に帰るとそこには誰もいませんでした。計画通り、僕が今からやろうとしている企画は、サンタクロースの衣装を身につけ、家族が帰ってきた瞬間に大きな声でメリークリスマースということです。これを思いついた時、やっべ俺いいやつと声が出たよ。早速サンタの衣装に着替えて家族の帰りを待ちました。リオナリはサプライズとかやりそうだよね。数時間後、母と妹二人が外食から帰ってきました。ソファーに座りながらパズドラやってたサンタのおじさんは大慌て、かっこ僕。急いでリビングの角に隠れました。廊下を歩く二人の足音、まるでカウントダウンのように僕の心臓の音ね、が大きく強くなっていきました。僕自身初めてのサプライズ、その前代未聞の行為に自分自身ですら今この状況がちゃんと認識できていませんでした。今からやるんだ、大声であの言葉を叫ぶんだ。廊下からリビングへの扉が開かれ、その瞬間僕は大声で叫びました。メリークリスマース。うわっとびっくりして少し後ろに下がった二人は僕の方を見て黒目を上下させました。僕のサンタクロースバージョン似合うかい？けれど帰ってきた言葉は願っていた喜びの言葉ではありませんでした。何してるんですか？いや、クリスマスだから。考えもしなかった冷たい言葉に僕は驚きながら理由を説明します。素直に驚いて喜んで欲しかったのに冷たい言葉は続きます。そんなことしてる暇があったら働いてください。冷たい言葉に小さな怒りの入った声、僕はタジタジになりました。無視され、買い物袋をテーブルに置きに行くや否や、アイスを取り出し冷凍庫へ。当たり前のような行動がひどく冷たく見えました。極めつけに妹はこちらを見ずに吐き捨てるように死ねと言います。この場の空気感と心の絶望感に耐えられず、僕は家から飛び出しました。家を出ても行く場所はありません。けれど家にも居場所はありません。とりあえず着ているサンタクロースの衣装を脱ぎ、それで涙を拭いて一人駐車場で冷たいコンクリートに腰をかけました。なぜ失敗してしまったんでしょうか。なぜ居場所がないのでしょうか。僕はただ喜ばせたかっただけなのに、何が悪かったのか未だに分かりません。本当にこの世にサンタクロースがいるのなら、鼻を真っ赤にした僕を助けてくれと願うばかりでした。
いかがでしたでしょうか。話になるようにちょいちょい情景を付け足してはいますが、悲しいかな、セリフはその時のまんまです。今年はどうしようか悩んでいます。てかマックス村井さん、お願いです、雇ってください。あのジョン・マークスの赤鼻のトナカイという曲の中で、笑い物にされた赤鼻のトナカイをサンタが助けてるんだぜ。赤いおじさんっていう共通点があるんだから、あの夜一人サンタになりきれないで鼻を真っ赤にしていた僕を雇ってください。ラジオの仕掛け人枠で、こう見えて働きたい欲はあります。それか花火、また一緒にコントやろう。芸人疑惑の動画、芸人を諦めたと言っていたけど、アップバンク1年合戦の最終戦、大阪で見せたサンドウィッチマンさんのオマージュコントを見て、諦めきれてるとは到底思えんのだ。完全なビジネスパートナーの相方だからわかるんだぜ。落語もいいけど、長文すみませんでした。鼻につくような場所もあると思います。いろいろサーセン、花火の相方、ニート、かっこリオナリ大好きより。事故どころか、事故どころかもう本当よ、本当に国一つなくなりました。消し飛びました。もうやばいと思った途中から、ちょいちょいなんか本当東洋経済オンラインのコラムでよく読みますよ、こういうのなんか40代の引きこもりみたいな、そうそうそう、社会問題の。でもこれ事実なんじゃないですか。いやいや、これはエントリースノーマンのパターンじゃないでしょ。事実、事実なんだろうけど、事実ですよ。いや、これは、うんこクリスマスじゃないです。何ですか、これは。いや、これは、お前が悪い。そう、お前が悪い。うんこ人生だ。うんこ人生エピソードですね。いや、だって、それは、うん、だって、そりゃそうでしょ。そうだよ。母親の言うこと正しいですよ。うん。正しい方、そうですよ。よく逆にさ、うん、そう言われることを想定しなかったな。いや、働いてくださいってね。母親終始敬語ですからね、こいつに。何してるんですか、働いてください。長えよ。長えよ、お前。あとお前ハラミンの相方、なんか俺も滑ったみたいになってんじゃねえかよ。やめろよ。だからもうすごいな。いや、すごい書いてくれたんだろうな、頑張って。昔からめっちゃ見てるんでしょうね、うちをね。そうだろうね。大阪の一年合戦とかもだって見てますもんね。すごい長文で、バーって。長文だな。なんなんマジで。すごいな。今までよく送ってこなかったな、お前。確かに。確かに確かに。こんなモチベーションのあるやつだったのね。確かにモチベーションすごいよね。モチベーションすごい、こんなに書いてくれる。いや、送ね、うん、いや送る時点ですごいって思う。すごいすごい。そうそう、よかったじゃん。そう、いじ、僕らいじってますけどね。いじってますけど。そう、うん、ちょ、チャット欄がね、はい、こいつ何なんだってあれそうなんで、ちょっとフォロー しますけど、絶対になってます、ね、ダメですよそれは。そう、いや、そうですね、送ってくれてる時点、選ばれてる時点でもう勇者です。そうですよ、ね、そう、面白い。ただ今年はやめといた方がいいと思います。はい、はい、絶対、はい。絶対やめとけ、お前。これは本当に今年絶対やんなよ。なんで今年もやろうと思ってるのか分からないけど。あと働けな、絶対働けよ。そう、大丈夫だお前。そうそう、その企画考える時間あるんだったら転職とかね、探せ、うん、これなんでやろうと思ったんでしょうね、マジで。いや、わかんない、怖いね。怖いよ、働いてないのに。なんで思いついちゃったの。妹に死ねって言われてるじゃん、うん、最悪だよ、かわいそうに。ただこれは別にうんこクリスマスではないので、うん、はい、あとかわいそうっていうのは、うん、あのお母さんと妹があるってこと。ちょっと、あ、なるほどね。そう。そう。だお母さんと妹にノベルティープレゼントしましょう、じゃあ。お前、お母さんに、おか、お、送るから、お前にこれプレゼントするから、この、ね、ノベルティープレゼントするから、お母さんにあげて。確かに確かに。お母さんにこれ、お母さんにだってって言って、確かに確かに。送ってもらっていいから。確かに。それは本当にお母さんにあげてほしい。そうだよ。だって、ハラミの相方釣ってんだから、お前。そうだよ。そう。あげろよ、お前。いや、お母さんにあげてください。あげます。はい、あげます。よかったね。そう、お母さんに、お母さんにあげてください、絶対。それでコミュニケーション取れよ、お前、お母さんと。これ。そう、このエピソード話したら、そう、採用されたんだ、って。そうだよ。ね。で、いいじゃん、そしたら。うん、そうだよ。なんかね、うん。そうなんだ。成し遂げたんだ。そうだよ。なるよ。こんな長文を送ってきてさ、そう。よかったよ。ノビリティだって選ばれてるの数人ですからね、ほんとに。そうですよ、ほんとに。よかったじゃん。ほんとに。そうだよ。よか、うん。お母さんよかったね。お母さんよかった。お母さん、妹は多分まだ多感な時期だからやめといた方がいいと思う。そうだね、うん、妹は触れないであげて。妹はやばい、もっと多分ひどい言葉言えると思う。もっと本当に、なんか俺らも傷つきそうだから嫌ですよね。頑張ってほしい、頑張ってほしい。とりあえず頑張ってほしいってなんだよ。頑張ってほしい、本当に。いや、じゃあ仕事を見つけてほしい。そう、仕事を見、そうだ、お母さん安心させて。仕事見つけてからサンタのコスプレしてほしい。そっちだよね。それで、仕事で稼いだお金でクリスマスプレゼント買ってあげて、それメリークリスマスって渡してほしい。そんなもん本当に最高じゃん。最高だろ。泣いちゃうよ、お母さん。そう。うん。
だからそれを目指す。このラジオをきっかけにそうなったら本当にいい。本当に最高だよね、そうなったら。最高ラジオだよ。そうだよね。やってよかったよ、このラジオも。本当にね。この企画やってよかったよ。いや、本当にそうですよね。送ってきてね、いつかね。本当に腹見ないから。そうそうそう、うん。あれをきっかけに僕は変わって、うん、ね。ね。職を探して、つって。よかったじゃん。アップバンクで働きたいんだね、君は。そう。でもアップバンクがちょっと厳しいかもしれない。厳しいかもしれないな、君みたいな。ちょっと怖い人は嫌ですね。なんか急にやられそうだし、よくいるからイベントになんか怖いなんか日々みたいな人いるからちょっと嫌だな。怖いな。ね、村井さんにお願いですって言ってるわ。そうだな。うん、偉いわ。頑張ってくれ。頑張ってくれ。はい、というわけで以上。お、以上。クリスマスエピソードで、選ばれたのは土か味噌。土か味噌。ハッシー。ハッシー。それからマッスルジョニー。マッスルジョニー。ハロウィンの相方。ハロウィンの相方。新型かには選ばれてないのか。あれ ?4 人だっけ ?4 人ですね。そうか。うん。そう。おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。あとまあ1個、住みたいビジとクリスマスからも来てます。住みたいビジとクリスマス。クリスマスおった。うん、ハロウィンさん、リオネさん、こんばんは。こんばんは。今年もビジとクリスマスは過ごせそうにないです。PS、レアリーをリオナリって英語っぽく言ったら代用できます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。最後に。ありがとう。なんで内容を教えてくれたのか分かんないけど。うん、ありがとう。いやー、うん、いろんなエピソード来ましたね。来ましたね。やっぱみんな持ってるもんですね。なかなかクリスマスに振られる人ってレアだと思うんですよ。はいはいはい。なかなかね。でも行動を起こすからじゃないですか、クリスマスにやっぱ。そう、だから、うん、今回送ってくれたみんな、うん、勇者です。勇者、本当に。すごい。行動を起こしたという意味でね。そう。で、メールも送ってくれて、うん、お便りも送ってくれた時点でも本当に嬉しいです。そうよ。ありがとう。みんなありがとう、本当にいじったりもね、あったけど。うん、よかった、みんな。ありがとう。あと、普通オタ選びましたけど読めなかった人は、うどん。うどんさん。エントリースノーマン。スノーマン最近読んでないかも、エントリースノーマン3つですね。エントリースノーマン、エントリースノーマン、エントリースノーマン。はやぶささん、K、ジェロニモ、村雲、シザ、ビジーさん。で、バリオを読んだか。はい、うん。ということでございました、はい。はい。ありがとうございました。いやー、というわけでね、お送りしましたけども、ね、来週が、今年ラスト。ラスト。来週は別にスペシャルとかじゃなく。あ、じゃなく。普通に。普通に。やっていきたいと思いますので、まあ、振り返りとかしつつね、ですね、成功かね、うん、今年を振り返りつつですね、そうだね、はい、なのでまあ、お便りは普通お便りに戻りますので、はいはい、別にボードに何もつけずにいつも通り送ってきてください、はいはい、お便りは概要欄にリンクがありますのでそちらから投稿フォームを送ってください、よろしくお願いします、お願いします、はい、そしてね、サムネイルもね、ありがとうございます、サムネイルいっぱい来ましたか、はい、増えてます、増えてます、おやった、で結構その、うん、テーマに合わせたやつとかも送ってくれてます、うん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 、今回だから前回のポンコツ、はい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 、とか、うん、あの方海外の方ですかね、え、海外在住、前回のあれ、へえ、すごい、そうそう、だから英語で送りました、はいはいはい、メッセージ、え、英語と日本語で、あ、さすが、センキューみたいな、ええ、バラバラはつって英語を習ってます、ね、君がくれた、はい、君が作ってくれたサムネイルを採用したよみたいな、お、ありがとうみたいな、さすが、あざす、そしたらすごい嬉しい、喜んでの来ました、英語と日本語で、ラジオ聞いてわかるんですかね、どうなの、でもサムネ送ってるってことはそうなの、うん、それかもしかしたらラジオ聞けてなくて、うん、それ俺のサムネに募集しますってとツイッターを見て送ってくれたのか、いやでもポンコツニュースもちゃんと送ってるし聞いてんじゃん、聞いてんじゃない、それで日本語の勉強してるとか、あ、すげえんだけど、そしたら、あ、そんな海外から聞いてる人いるんですね、このラジオ、うん、ありがたいです、なんでなんだろうあれ、アレック、ありがとう、アレック、ありがとう、ありがとう、はい、そんなもう年も差し迫ってきましたので、うん、ね、皆さんもね、お忙しいと思いますが、はい、はい、年々送ってください。よろしくお願いします。はい、というわけで本日の借金人はハラミンと、ゆうでした。ありがとうございました。さよなら。